できない時とかに宇宙人狼とかこまめにやればいいだけだからね。役職をお選びください。あ、本当久しぶりです選ね。択しない場合、余っている役職あっちもね、夢中になってゲームしたいのは山々なんですけど、合ってる人たちもいるんでね。騎士ゲームが最悪1試合でも届けられればなと思っ夜がて、更けました。人が集まっ人狼てにか気らをなつんとけてくかださい。放送開始しました。まあ、嵐軍団のマークも外れてるんでね。あ、名前は一応変えましたね。まあ、でも同じのですね。このスキン使ってた同じものの名前変えましたね。昨日の6人部屋の四角のあれがなんか 見てると透き通ってるせいか点滅してるみたいに見えるんで、あの四角のあれが。見づらいなと思って。ずっと見てなきゃいけないじゃないですか、自分を中心に。なんで名前を丸にしましたね。昨夜は丸は一応二重丸商標登録はしてるんで。3番まあ楽しんでね。のプレイヤーまあ今までできなかったんで。まあ9時ぐらいから。ルはトップバッター。このメンツでトップバッターか。1試合でも2試合でもできればいいです。ないです、はい。なるべくこのメンバーで続行できればもう。2日目に連れていけないところは初日に釣っていきたいなと思ってる。勝っても負けても。役職に関しては、途中からモデルをしてもらって、岸さんに関しては、ゲームできてよかったですよ。日本でもいいんだけれども、うん、盤面的に出ないといけない盤面っていうのはしっかりと分かっていただけてると思うんで、出ていただきたいなというふうに思ってます。これでスムラが好きだとか、そういう発言はなしでお願いします、ね。一応役職であろうが何であろうが、この、進行論って別に言ってもいいと思ってるから、その辺に関してはもういらん精査はいらんと思ってるから。はい。っていう感じかな。とりあえず出現とかないようにだけお願いしたいなと思ってる。役職に関しては一周目からしっかりと出て、精査の対象に入ってほしいかなと思ってます。以上。4番のプレイヤーが発言します。ああ、スムラを透かしたからとかじゃなくて、もうだったらもうその進行論言うべきじゃないと思う。後方からその指摘をされるのが嫌だったら、自分がこれで役職で言ってるかもしれないと、まあ、懸念があるんだったら、まあ、単体精査をします。まあ、初日で、多分3番の発言だったら、村っぽくない、なんかまあ、SG1、要は、連れていけない、精査ができない、把握漏れをする、捏造をしてるとか、その要素で多分そういう人を連れていけないっていう思考だから、そういうふうな言い回しでやったら俺は良かったんじゃないかなって3番には思いましたね。だからそれだけの要素で3番がじゃあ人外だとは思ってないんですけど、まあそういう懸念があるんだったら、そういう進行論は言うべきじゃないなって思いましたってくらい。だから印象は良くないです。はい。ただ人外とは思ってないってぐらいかな。はい。ぐらいです。まあ理由つけてちゃんとね、人外です、人間と言います。はい。以上。5番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。スモーカージュームの萩原京平です。占い CEO します。7番さん、白です。皆さんに一つ言いたいことはあるんですけども、まあ、このゲーム、気持ちの勝負だと思ってますので、まあ、皆さんよく考察ゲームだと勘違いされる方いるんですけど、もちろん考察大事ですけども、気持ちの勝負で負けてましたら、考察もクソもないんですよね。まず皆さん、気持ち、この強さ持ってください。じゃないと考察も何もなくなるんで、これ口酸っぱく言わさせてもらいます。そして岸さんにつきましてはですね、僕とこの気持ち、意思疎通してほしいなと思ってますね。そのぐらいですね。ここはさせてください。そして3番さん、4番さん。まあ4番さんに関しましては、まあ人外っぽくはないけど3番さん印象悪いという発言残してるんですけども、まあ相手の気持ちをよく考えよう。まあ、これも4番さんに対してさせてくださいと。言っておきますね。相手の立場になって発言を伸ばす、これ大事です。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあだから両方あるってことでしょ、4番の言いたいことも分かるし3番の言いたいことも分かるっていう、5番どっちかというと3番より気持ち6、4くらいでってことね。4番の言いたいこともその懸念があるんだったら言わなきゃいいし、もう言いたかったらもう何も考えないで、もう言われてもいいって覚悟で言えばいいっていうことであって、まあ最後に言ってたけど、だからといって3番が黒いとこは限らないとは4番一応言ってるけど、まあ5番が言った4番のは多分3番の一応、まあ進行論的なもので村で言ってる可能性もあるから、なんかこう言いたいっていう。まあわかんないけど、過去の試合を通じてなんか経験したことで、ね、失敗したことがあって進行論って多分言ってると思うんで、うん、なので、まだ3番、4番は分からないです。うん。好みが割れるんじゃないですかね。3番、4番の評価っていうぐらいの1周目なので、どちらも村かもしれないですよ。はい、以上です。はい。
7番のプレイヤーが発言します。ミルクボーイです。カタシロフワイ。カタシロっていいな。初日釣られないから、こういう発言者は釣りたくなってくる人外がいるんだろうな。で、まあ3番さんは2周目、4番も2周目なんやけど、まあ4番は3番にめちゃめちゃ言いたいこと言って、それが黒くはないとはね、黒くはないと思うみたいな。なんか、めちゃめちゃ4番はなんか、人外っぽいなって思いましたけど、なんか、そこまで上げるんだったら、なんかはっきりもう3番怪しいよって言ってくれた方が印象いいかな。まあ、6番それに対して4番3番分かれると、あんまいいっす。6番の言ってることも分からんから、まあ、6番4番順番に3番ぐらいかな。はい、片白です。8番のプレイヤーが発言します。はい、占い1番白、1番白ね。まあ両方分からんでもないけどね。僕も別に4番が言うのも分かる、叩かれるっていう懸念があるなら言わなきゃ。なので聞こえますか？叩かれる懸念がある。一白だよね。こうやって言えばいいんじゃない？平和になるかと思ったよ、今トレンドの。ほぼ何日かまともにゲームできてなかったから、トレンドの平和かと思って、言わんこと、言わんとしてることは分かるなって思った。勝手な俺の中のトレンドね。4番が人外に見えるのかな。しばらくゲームちゃんとやってないから。7番には思った。本当に見えたって感じ。で、6番は5番の解釈を抜く？抜く？人狼で。5番に関しては何者なのかまだ分かっていません。2周目頑張りたいと思います。まあ、結果、7番が一番僕合わないなって思う。9番のプレイヤーが発言します。おはようございます。まあ、8番さんが7番とは合わないなって言ったそばなんですけど、僕は7番さんとの方が意見が合いますかね。まあ、3番さん、4番さん比べたときに、4番さんって3番さんにしか触れてなくて、自分の思考を開示しなかった人物だから、4番さんちょっと怪しいなというふうには思いましたかね。なんか、4番さん、3番さんばっかりで自分の思考を開示してほしかったですかねと思いましたけども、6番さんっていうのが、うん、6番さんというのは3番さん4番さん好みに分かれるみたいな、別に何の好みもないですけどね、4番さんと3番さんの精査をしてただけの人物だから、うん、だからちょっと6番さんがおかしいなとは思いましたかね。まあ5番さん8番さん出てますけどね、その精査はまあ2周目とか頑張りましょうかね。まあ2周目聞いてみないと分かんないですけど、以上です。1番のプレイヤーが発言します。これ7番と9番しんどいんやけど、しんどい。なんか4番が人外って7番と9番が言ってるわけでしょ。4番が言ってることって3番に対してそれ言わなかった方が、言わない方がいいんじゃないかって言ってて、で、うん、別に4番は3番と9番が人外見てるわけじゃないよ。どっちかって言ったら4番は3番に対してアドバイスしてるだけの話やから、なんかそれで7番と9番が4番人外なんじゃないかっていうのもええー、全然合わへんなと思って。9番は7番に対して7番と目線は一緒です。で、9番は7番と一緒なんて4番を叩いてるわけでしょ。と思ってる。そんなおかしいかと思ってるけどね、4番が。だから8番さんの目線俺結構良かったかなと思ってるんやけどね。しんど。7番9番しんど。2番のプレイヤーが発言します。はい、占い結果把握しました。芸能出てきてないんで、出てきた方がいいと思うんですけど、2周目ね。なんか、それぞれなんか気になるとこがあって。無音だけど、よし、治った。バグんなよ。ごめんごめん。だから占いは一緒に聞こうと思ってね。なんか6番さんが言ってる3番4番の村って全然あると思ってて、7番で気になるのは7番さんって、4番がはじめちゃんが人外っぽいって言ったのに、優劣が643って言ったのが気になってて、9番さんに関しては7番さんが良かった要素が分かんない。7番って一番はじめに4番のこと人外って言ってるのに、怪しい順が643って言ってるんですよね。
だから9番さんも7番の評価がよく分かんなくて、1番の言ってることがまだ一番理解できたかなと思ってて、3番さん4番さんだったら4番さんの言ってる内容はまあ私は分かったって感じぐらい、はい、色違いないですね。3番のプレイヤーが発言します。フラナイさん CO、 9番さんが偽っぽくて仕方がないんだけどな。霊能、7番さん霊能系きついなこれな。いや霊能、ね、あのね、フラナイさん CO、 ね、589の中からやったら9番さんからでいいかなと思ってる。普通に4番さんって真っ当なことしか言ってないんだけどな。釣りをされるからね。もう少し頑張るけど、まっとうなことしか言ってなくて、1番さんの言ってる7番さん、9番さんってきついなっていうの全然わかるわ。ただ9番もあるにつっていいのかわかんねえぞ俺は。9番からいきます、9番さんからいきます。8番さん、5番さん、俺は死んでたら、ね、だったら俺占いゲームになると思うよこれ。俺占いで全然統一して俺を真っ白にしてくれた方が回避はできるからいいんだけど、俺のことを疑わずに済むと思ってるから、結構盤面的には1、3、どっちかの隠しろとかでいけるかでかいけどね。消し潜伏したいんでしょ、それでいいんじゃないと思ってるけど、うん、はい、ってことで、もう7番さんが霊能か、これめちゃくちゃきついなと思ってるんだけど、ほんま7番さん役なければ俺7番さん落としでいいかなと思ってると、9番さんが出てくる前はね、と思ってたぐらいやから、うん、5番さんの神経のためにもって思ったんだけど、この盤面下であれば俺は9番さん落としで、5発に関しては俺占いしてほしいなっていうふうに思ってますけど、はい、いいぞ。4番のプレイヤーが発言します。もう7番9番がおかしいのはもう言わずともなんやけど、俺ね2番さんがめちゃくちゃ気になってて、7番9番のあの言論で2番視点で4番の3番席は通るよって評価するのは7番9番めちゃめちゃおかしくない？なんかそれを2番が色落ちがないっていう精査の仕方がめちゃめちゃ気になってて、多分ね9番は4、まあ、3番白を売ってるでしょ今ってなった時、4番が3番の言及の仕方が悪意的な解釈で4番人外視点を持ってるんじゃないかなって俺これ想像してるんだけど、まあ、9番さんこれお答えくださいね。でもね真っぽくはないんだけど、でも灰だったら2番が一番気になってて、6番に関しても3番4番がムラムラの可能性があるっていうのもね、めっちゃ早いなってざっくりしてんなって思ってるから、なんか1番がまあなんかしんどいな、7番9番人間だったらっていう精査の感覚の方が俺近しいものがあるなってぐらい、だから色落ちがないことないから2番視点の中で、だから6番に関しては3、4ムラムラだってあるんじゃないかっていう懸念の仕方と、2番に関しては肺が色落ちがないっていう精査の仕方が気になってる。だから3番がもし人間だった場合ってもっと汲み取ってあげたらって思いましたね。9番が3番白結果を持ってて、4番が3番に対しての言及を悪意的な解釈で4番が3番に塗り思考だっていう視点があったら、9番視点4番が人外っぽく見えるから、そう、9番が多分俺がね9番の位置で3白持ってたら多分その感情を抱くかもしんないから、そうだからまだ9番のシーンは捨てきれないなって思ってて、配慮になってるのは2番、6番、時点で3番って感じ。でも2番が一番気になってます。はい。5番のプレイヤーが発言します。チェックメイトです。9三狼、まああるいは3八狼、チェックメイトです。よろしくお願いします。間違いないです。まあまず3番さんの発言からして、まあ7番さんって割と、まあ白なんですけど7番さん結構皆さんに怪しまれてる発言あったので、まあそこで7番さん霊媒師出てきたら割とラッキーになるんじゃないですかね。逆に7番霊媒で確定なんだから、そこで3番7番きついっていうのも発言もおかしいし、まあ9番さんから、まあ、白もらってる僕がもし片白の立場だったら僕一応白もらってるんで、基本だったらまあ9には僕行かないと思うんですよね。だって3番さんがもらったら一応白もらってるし、まあ、その意味とかも考えると思うんですよね、いろいろと。そこではっきり9番さんに行こう、もう行くって言った発言が、もうチェックメイトですね。理由はこれだけです。もう頭を固く考えません。7番の兄貴、これに関してどう思いますか？まあ、3番が7にきっついきっつい言ってるんで、まあ、霊媒師にちょっとこう、平等を買うような発言はしたんで、まあ、そこはちょっと若干、狼要素からはちょっと薄れるかなと思うんですけど、僕はそのこの最初のこの発言、3番さんの発言、そして急に3白を出された、その発言で僕はもうチェックメイトしようかなと思ってますね。あとは何も考えません。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、うん、うんうんうん、
うん。9残し、5か8でいいんじゃないですか。安定策取るなら。うん、3番白持ってた占い師かもしれないんだよね。4番を叩いてるってことは。不思議だよね。3番、9番いきますって言ってるし。1は8疑ってるし。3番白で置いて、1、2、4の3分の1、33番。発言せたってとこかな。まあ、3番だったら、まあ、7番ばっかり叩いてるっていうか、冷静に考えて、3番が霊能持ってたら7番釣りをされるんだから、7番があの片白の位置であの発言しないから、人狼じゃないんだよ。うん、あって狂人の人だったんだよ。うん、だから、7番から霊能出たのは俺的には痛い。7番はもう白で置いてた。まあ、3番視点で言うと悪い意味でってことになるけど、うん。困ったね。5か8。1が8にどう、でも囲うんだろうかっていうのもあるからな。いや、でもね、一応8番狂人、5、1、ロー、ローで8番叩く。そんなことするか ?5 番の方叩きそうだもんね。まあ、2番なのかな、消去法で言うと。1、2、4だったら。2か4ってどこだような気がして、時点で1ってどこだ気がします。3番が一番遠いような気がします。内訳がわかりません。9番真の可能性が高そう。5か8にどちらか強路はいそうだなっていう。最悪5か8の真がいたとしても、陣外の方釣ればいいんだ。3番場外1、2、4の中っていうイメージです。すごい大雑把なイメージです。すいません。発言聞きます。1番、2番の。はい。7番のプレイヤーが発言します。まあ2番が気になったのはわかるんだけどね。なんか6、あんた4番が人外なんでしょ、6、4、3って本当に、それだけで叩くつもりですか、2番さ。2番釣り、まあ3番も釣りたいから、3番、7番にしか触れてないじゃん、もういいじゃん、霊能なんだし、しかも近くだし。じゃあ出てくるんすか、切腹が。じゃあ出てきてくださいよ。ね。3番釣ろうかな。3番、9番、芯切ってんでしょ。じゃあ切ってあげるか、別に3番でいいんじゃない。占い飛ばせって言ってるんでしょ。騎士でもないじゃん。3番の方がいらないんだけどな、霊能目線。まあ、叩いてくるから狼目線じゃないっていうのは、じゃあ3番が狼だったら叩ける別にあるよ。グレーに行かない進行の方が強いんだから。はい。もう3番釣るわ。うん。なんか別に、うん、まあグレー行ってもいいし、占いとしての真偽を3分の2村が当てればいいだけなんで、3番釣ります。はい、別に変えません。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。あのね、3番白の可能性が高いと思うね。5番強靭で追ってて、それよりは3残しで1、2、4の勝負した方がいい気がするんだけど。3番がね、5番、8番に怪しいなら占ってください、隠し色にしてくださいって言ってるんだけど、まあ、それがね、5番、3番、狼だった場合はあるんだけどさ、ね、9番で黒結果が落ちた場合に、3番が両占い師に占われたら、死んがいるわけね、9、3、狼で。そこで黒出されたら罪だからね、あんまり9、3には見えてないかなって思ってるけど、その隠し色にしてくださいっていうのが、その黒打たれる懸念持ってないのがおかしいなって思ってるから。普通に村だった場合だってどっちか偽なわけじゃん。神がいるけどどっちかは偽だから、そこがおかしいなってのはあるから、3番5番はもしかしたらあるかもな、だけど基本的に追ってない。9番が狼だと思ってるから。で、7番の狂人要素がそういう点でね、9番3番とかには見えないはずだから、5番がね、それでも3番9番3番追って、まあ8番3番かもしれないけどって3番にしか黒してないのが、5番が結構強人っぽいなって思ってるぐらいで、ラスールがね、まだ4番の発言聞いて人狼だったら釣りにくそうだなって感じで、2番の要素とかがね、なるほどなって、僕自身はそこまで拾えてなかったけどなるほどなって感じで思ってたから、4番だったらきつそうで、まあ4番が挙げた要素で2番はあるかもな。6番はねちょっとわからない。6番視点でね、初週で7番が白いと思ったら8番に違和感じゃないかなとは思った。9番のプレイヤーが発言します。臭かったね。6番さんが8番さんに違和感。まあ、8番さんがね、初週の段階なんか7番さん叩いていたから、形を叩いてたから強靭っぽいなって思いましたよ。まあ、正直わかんないですけどね、5番さんが9、3、ロロみたいな、なんか考察してるから、5番さん、
巨人ムーブしてる人狼なのか分かんないですけど、1周目の段階で8番さんというのは7番さんが怪しいって言っていたから、8番さんが巨人目かなって思いましたかね。あと4番さんに言っておくと、これは2番さんにもなんですけど、ただ4番さんの怪しい要素って、2周目の段階で3番さんの精査しかしてなくて、自分の思考を開示してないで、しかも最後の発言の時に、まあ別に怪しくは思ってないけどもねって言って終わったから、4番さんが怪しいんですよねって言ったんですよね。で、4番さん、だって自分のね、思考を開示しないで3番さんの精査で別に怪しくないけどねって言って、4番さん普通に臭いと思ったし、2番さんなんだっけ、なのに6、4、3って言ったっていうのは、6番さんがね、こう言ってたんですよ。3番さんと4番さんって、好みは分かれるよねって言ってたんですけど、好み、なんだろう、好みもクソもないんですよね。4番さんと3番さんの精査してただけだから。だから6番さん何言ってるんだろうと思って6番さんの方が釣りたいみたいな感じで言っただけなんで。2番さんあなたが村だったらそこら辺把握してほしいと思いますけどね。現状やっぱり2番さんかな、あ、2番さんじゃない、4番さんかなって思いますけどね、なんか。なんか精査しなくてなんか思ったんだったら飲めるみたいな、なんか。問いかけがね、なんか臭かったかなと思いますけど、まあ1番さん、2番さんの発言ね、聞いて決めますけど、はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。こんなシーンおる？こんな9番みたいなシーン俺絶対にせやと思ってるんやけど、違う？4番さんかな。でも1番さんと2番さんの発言を聞いてから行きます。よくわからんねんけど、まあ、なんやろ、俺結構2番さんは臭いなと思っちゃったよね。2番さんって、なんていうの？この、まず8番と5番が出てる状況で1周目の話よ、これ。1周目の話で、2番さんって結構俺に合わせてきてたよね。7番と9番が、まあ気になると。2番さんもそれになんか俺に合わせるかのようにやってきてるんが、ちょっと臭く感じちゃったかな。あと2番さんは、4番の白見えてるんかなとかも思っちゃったよね。なんか4番のことちょっとかばってる感じってあったような感じしたんやけど、違う？違う？1周目はね、でもね、2周目は俺6番も気になったんよ。6番がまず9番を釣らないって言ってる。まあそれはわからんのと、6番の中で、まず1番が8番のこと叩いてるって言ってるけど、俺1番は8番のこといいねって言ってるよ。8番が7番に対して、7番とは目線が合わないって言ってるところいいねって言ってるから、6番と話聞いてるかと思って。だからなんか6か2かなとか思ってるんやけどな。9は多分真じゃないと思ってるんやけど、違う？8番さん、9番狼見てるんでしょ。で、5番さんどう見てるんか知らんけど。てか2番占ってほしいんやけど。で、僕は思ってます。2番のプレイヤーが発言します。いや、2周目聞いたら8番が一番芯切れるだろ、どう聞いても。1番とかめちゃくちゃなんか怪しく聞こえたけどね。だってさ、8番ってさ、話聞いてないですよね。なんか、説切れになって、ちゃんと多分伝えれてなかったけど、4番さんに言っとくとね、私は7番と9番が気になる、6番のその4番と3番が両村の可能性あるよねって発言は気になったけど、7番と9番の言及が気になったって話をしていて、4番さんの3番さんの指摘は良かったと思って、3番、4番が色落ちじゃないから2周目って言ったんですよ。だから、全体的に言ったんじゃなくて、気になる人は7番と9番って上げてるからね、そこをちゃんと多分4番さんって聞いてないんですよね。で、8番が言ったことって、4番に関してそれ理解できるって言ってるけど、一番新規なの8番じゃないですかって1番に関して思ったけどね。8番って言ってるのって、9番が狼に見えていて、5番が狂人に見えていて、普通にさ、4番が狼だと怖いって言ってるけど、4番って把握漏れしてる前提なんですよね、私からしたらね。それを指摘せずに、4番だと怖いかなって何もグレー精査してない、9番の方がまだ芯あるかなって思ったから、1番が一番9番のこと芯切れるって言った予想に関しても分かんなくて、6番さんは把握漏れしてると思うんやけど、1周目の段階から1番さんって8番のこと芯っぽいって言ってるからね。だからそこは変ですよ。だからどうなんだろうな。微妙いな、1番とかも。4番さん、今の話を聞いてどう思うかで、なんか分かんないんですけど、実はこう、そういうこと言ったからね。一番に関しては合わせてきてるって言ってるけど、7番と9番で4番のことが一番人外っぽく見えるって話をしていてね。それでなんか、ツリーチの順番、怪しい順が6、4、3って言ったと気になるって話やから別に何もおかしくなくないと思ったし、なんかもう3番さんが今日鶴とかやってるんやけど、ざっと前って7番って新規でる位置投票して責任取った行動した方がいいと思いますよ、明日ね。って思うけど。全プレイヤーの発言が終了しました。はしょに3番ずんないよ。ただ急釣られて、その疑いには。もう、きつい戦いになりそうだけど。いや、8番のシーンだったらやばいんだけど、5番とかいかないの？まあいいや。
しょうがねえや。なんか8か9の方に次がいそうなとこだけど。このパターンがやばいパターンだよな。投票が終了しました。追放される9番だけは7守り入れる。9番の色を伝えなければならないから。9番だけは7守り。他は守んない。いや、正直分かってないけどね。何考えてんだろうと思ってる。まあ、絶対騎士は7番さん護衛して絶対占いして、うん。9番の色は多分おそらく白。俺の白を伝えなきゃいけない。俺をそんなに人狼を守んなきゃいけない。されてるのか全然分かんないんですけど。7は噛まれて9番の色が黒だったら黒で村が強かったっていう。その1番さんの可能性として。俺の神、俺神じゃないでしょみたいな。なんかよくわかんないですけど、で、俺が人狼だった時のなんか相方で3人目で強人で出るんですかって話になれば3番が白になるから、あと殴り合ったらもう。まあ、何考えてんだろう。4番さん、頭守るよ、9番の色は届けなきゃいけないから、もう。で、8番に入れたのが2と6。9番ってどこ行ってんの ?3 番とか行ってねえよな、まさか。多分3番さ、だってさ、5番さんとかさ、なんか精査適当な人に負けるのはちょっとね、不甲斐ないんですけど、5番さんとか5番って3いってるで、強人っぽいね、なんだろうね、そんな発言してるんですよ。9-3ロロでもう9番芯切りましょう。じゃあ5番と8番、じゃあ3番占ってください。3-9ロロで負ける。負け9番もさ、空気合わせろよ。5番さんが芯に見えたんすかね、2番が8ってんだからもう、5番か8番タグでも8行くしかないだろう、もう。やばいってマジで。でもまあ、空気読めよ。白がね、団体行動、空気感。1の表よりは2の表に合わせるしか生きる道はなかったんだよ。絶対記者7番さん護衛してくださいね。それ3番さんの白はね、分かると思うんで。以上です。夜が更けました。9番の色が白にならないと。騎士の方は3番の色がわからないからもうその疑いにはどんなディフェンシブな守りになっちゃうんだよね。攻めの守りを行えない。3番にいてる時点でもう5番芯ない。じゃあ8番も芯ないでしょって話だから、わかんない。8番芯あるのかわかんないけど、俺に黒のみ唯一わかるんだけどね。運ってくると思うよ、8が芯取ってたら。で、2白出たらどうすんの ?1 番と4番は。夜が明けました。どうすんの?昨夜は1名の完全に読まれてんのかな?6番読まれてんな、完全に。のプレイヤーが発言します。痛い。何色?届けてくれ。色だけ届けるよ。次。14が噛まれてもおかしくないだろう。5番は?厳しい。2番、8番しか俺は見ないっすね。3番つった場合に2番が、何色よ。じゃあ、芯、なんか、5番はもう芯がないのは一目瞭然だろ。5番は芯はないんだろ。2番しか行かないし、2番行ったろかも。あの、143がなんかブレるかもしれない。9番って何色よ。2番行きたいんだけどな。まあ、釣り切ってから考えてもいいよ。9番何色よ。あと、騎士出ようか、じゃあ、ちなみに。6番だと思うけど。あ、いないね。オッケー。8、2の黒が声だと思ってるかな、俺は。はい。あれ ?2 番なんかある?これさ、あ、1の隠し色にはならないんだ。1隠し色にならないなら村ピンチだな。完全に読まれてんだ。なんで読まれてんだろう。8番絡むような気がするんだけどな。あんまり言わない方がいいよ。なんかムカつくやつもいるから。2番がライン切って2番に黒を打つのかな。のプレイヤーが発言します。何色よ。82の黒が来い。82ではないとは思うんだけど、84か81だ。2番黒は合ってる。てか4番が正しくなかった。僕そこまでがっつり拾えてないけど、多分4番が言ってることの方が正しかったと思うから、2番が変えてない話。本当に8が死んだったら、だけどこれ間違ってたらごめんね。僕もそう、そういう風に聞こえてて、なるほどなって納得できたからこそ、4番の芯はないのは確実なんだよ。きついなって思ったし、2番か、まあ、もしくは6番が言ってることがね、6番が最初から7番白く見えてたんなら、8番が7番に合わないとか言ってたのが、8番、5番、8番比べたとき、8番の方がおかしくなんないって思ったから、6番、2番。だったんだけど、7番さん本当に82で見えるの ?2 つってよ。じゃん、以上です。25オオカミ以上。1番のプレイヤーが発言します。結構自信あるんやけど、
多分2番黒やと思うよ。多分ね、話しぶりから9番白なんでしょ。意味わからんくない。8番が2、5って言ってるから、9番白なんだと思うよ。2番さんに聞きたいんやけど、ほんまにあなたは9番が真に見えたんですか？あなたは。9番のあの発言を聞いて、真占い師だと思ったんですか？2番さんは、8番が絶対に偽だろうって言ってたよね。ってことは、5番か9番が真占い師だと思ったんですよね。2番さんは、9番のあの発言、あの出方で、ほんまに真だと思ったんですか？そして、1番がほんまに黒いと思ったんですか？ 1 番は8番のことを釣りたくないとは言ってないですよ。8番は8番さんの精査、俺は良かったって言ってるよ。2番の中でって1番が黒よりも2番がスムレだったら4番が自分に対して黒を塗ってきてるように見えるんじゃないですか？これさ、3番は騎士がないの読まれて、2番も見えないつらで懸念があった。4番じゃなくて、だから1か4なんじゃね？結構自信ある。俺をかめるとしたら。あなた黒でしょ？ 1か4な気がすんだよな。で、思ってますけど。でもな、そうなると2分1で噛んだんだ。普通に2号じゃないのこれ。1か4に。2号急遽じゃないの。騎士をスケスカさせる発言あった。あなた人狼でしょ、2番さん。2番から仮に騎士が出てもカウンターで打とうと思ったら出なかったってやつかな。え、てかさ、9番白結果なんだろ、7番って8番2番とか言ってるんやから意味わからんのよな。 あなたに言ってるんですけど、グレー生きて釣るっていうなら3釣りたかったんでしょ。だった場合って次の日新規入れる位置を今日の発言聞いて投票しとけよっていうんやけど。で、8番に当たってるじゃないですか。ね、あなた昨日どこ入れたんですか？私にはスムラ入れてますよね。そんなさ、精査もできなくて、生きった進行すんなよって話よだけね。そもそも昨日の発言聞いて1番とかおかしいと思ったって、8番と9番と5番比べたら、9番ってさ、別にまだ C あるかなって思って、これ白結果なんでしょ？え、じゃあさ、どう見とんですか？ 8 番と2番の黒囲いとか例のなんか意味わかんないこと言ってるんですけど、別に8番って C ないと思った。だって8番って、私が、しかもさ、今いつも言ったよね。4番が怪しく見えるんじゃないかって言いましたね、あなた。だった場合って4番って私の話をちゃんと聞いてないから今日の発言聞かないと分かんないよね。4番って把握まれで私のことを怪しいと思ってるんですよね。それを4番のこと怪しくないんじゃないかみたいな。いやだってさ、普通に1番が全員の占い師聞いて8番さんの精査が良かったって言ってる意味分からんもん。だって普通にめちゃくちゃにしたらと思ったから、9番をついたいって言ってるあなたがね、めちゃくちゃ怪しく見えたって話ないけど、何もおかしいこと言ってなくない？え、じゃああなた視点は ?8 番が C になって、5番が強人、9番、え、9番、え ?9 番強人、5人狼ですか？じゃあ8番さんの視点を上げてください。上げれるんですか？強人だと思ってめちゃくちゃ怪しいけどな、いつも。多分9白だと思う。普通に、白結果の9番釣ってるんでしょ？ 8 番のことめちゃくちゃにしたと思って、あ、取っとるやん。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、ございます。だったら俺最初に9釣りからって言わんわ。って思ってるけどね、はい、もう俺1番4番が村にしか見えてないから1番4番には一生縄かけないよ。俺1番4番が黒だとしても俺はもう縄をかけるつもりはないと思ってんだけど、俺目線では9番さん狂人、5番さんがロー、8番さんが神、以上でございます。どうすんの今日は。占い一応ロラかけんの。占いロラかけんの。あの多分2村だと思うんだけど、3番とさ一応の2人の村ってさ、俺の騎士完璧に読まれたの。1番はどうすんのかな。2番いく。それとも2番を最後のフィニッシュに使うために俺が邪魔だったから俺がいなくなったと読めない、たまたま騎士だったとか。5番行って2番なんで3番の中の1、4が噛まれてないの。1番、4番が狼だったら俺はもう無理だ。もう3番の中の1、4が村に見えた人がなんで意義残ってる。1番、4番には名はかけれないと思う。3番の中で怪しかった俺が噛まれる。以上です。いやもうかなりの割合で負けると思うよこれ。プレイヤーが発言します。ね、8番で気になったのは7番さん色結果言ってないよね。口頭でも言ってないやろ。9番の色結果言ってない。だから8地点の中で、ね、2番5番狼で断定してもすごく違和感だと言った。
見え、うん、色が多分だから8番多分ローなんだよ。1番ってそこを指摘しないんやなって。標準だったらどっちかわからない。2番に対して、2番あなた狼でしょって言ってるけど、1番さんもそれ一緒のことが言えるよ。3番4番の1番はしてないから、2番さんだけにそれを当てつけて言ってるけど、じゃあ1視点の3番4番ってどう思ってるんかなって俺ものすごく気になってるんやけど。俺ね、初週で言ったのは、多分それ2番さん言い方が悪いね。7番9番におかしなとこがあった場合ってめちゃめちゃ色落ちあるから、3番4番の色落ちがなくてっていう、まあ多分伝達の仕方が悪いんじゃない。まあだから食い違った精査俺じゃあしてるわ。2番がその伝え方で言ってるんだね、はい、でね、5番さんがねあんま占い師っぽくないなって思ったのが、要は1周目のあの議論のだけでね、5番が3番が狼だって断定し、3番が絶対黒だ、チェックメイトだって絶対神っぽくないなって思ったの。うん、絶対そんな精査せんもん、俺5番の位置で神占い師やったら。うん。5番も偽っぽいなって思ってて。でもね、9番が神でもね、この2周5番、8番が出てる中で3周用でいきなりピョコって出てくる、潜伏してる、する意味がないから、一応釣り切りたいっていうのは7番に言っとくわ。どこが神かは分かんないから、もう単体で行くしかない。5番のプレイヤーが発言します。いやー、81か84だと思うね。5番多分、これ、聞こえてないのか、つられにかかってる狂人かわかんないんだけど。かなりのピンチだな。1か4なんだよな。発言的に変なのは1なんだけど、ライン切り集すんの4なんだよな。2番じゃないと思うけど、多分2番がフィニッシュに使われたんだろうな。ああ、すいません。電話来ちゃいました。1、3、4の 2つの村がロック入ってるし。これもう無理ですわ。無理ですわ。あれですか、9番さん狂人ですよね。で、8が狼ですよ。9白ですよね。騎士さん7番守ってる、守ってない、守ってないんだったら勝てるんだけど、守ってるんだったらもう無理ですね。あ、無理ですね。無理ですね。無理ですね。ちょっとやりたいことやろうとしたんですけど、まあ、どっちにしろ無理ですね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番、5番の遺言を発表してください。ちょっと待て、8番が2位いってるぞ。8番の方が2位いってるから、これまさかの5がローで8番強人プランもあんの。あん投票強人みたいなんで、ね、結果語りなんですよね。僕結果語りしてるんですよ。3強じゃなくてね、1黒なんですよ。すごいでしょ、1番さん。5番の芯もまさかの芯もある。僕ね、ある発言して噛まれちゃうかなと思って、昨日。なので、番がこれで、まあ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 、この発言しちゃっても多分みんな納得いかないと思うんですけど、一番さんびっくりしたでしょ。ね、あるところで一番さん、芯も下げてんのが、まさかの。それしちゃうとなんか俺噛まれる気がしたんで、まあ、いや3、結果があったら一緒なんですけど、3番さんがもう1が、一応もうね、黒く見えないって言ってるんで、3番隠しろ。もう投稿もんですわ。3番隠しろ、隠し、まあ、1黒なんですけど。なので、2番さん僕助けてあげたかったんですけどね。2番さん間違ってないですよ。結構素晴らしい考察してるなと思ったけど、僕は良かったですね。以上。3番隠しろ。やはり人狼に気をつけてください。やはり推測の中でも、まあ3番の隠しろはわかる。1番はなんか9番のシーンを見ないとか、なんか偏りがある。4番ライン切りってる感じ、綺麗に綺麗に綺麗になろうとしてる。
2番の方はもう熱くなってボロクソに7番ぶったられてる感じ、多分2番ではないと思うから多分1か4なんだけど、多分4番届かないで、多分1番にも多分かすりもしないで2番釣られて負けってやつだね。多分3番残されて、多分3番残されて負け。7番8番のプレイヤーが発言します。多分2分1はむずい。はい、まあ意味ないけど三四郎で、三四郎ね、4番さんに言われたんだけど、7番がね、8番2番を追ってる時点で7番の結果って白だったんだろうなっていう予測のもと喋ってます。わかりますか？7番が8番2番狼って言ってるってことはね、9番で黒結果が見えてないんだろうなっていう予測のもとで喋ってます。だからそこはまあ僕もそれで確認するべきだったのかなとは思うけど、そのまんま言っただけです。まあ、普通に5番2番狼なんだけど、4番の発言を聞いて多分5番は 3黒で、2番もね、1番にずっと突っかかってるから3黒から1に変えたんじゃないぐらい。まあ僕釣り切ってもいいけど、2番釣ってね。まあ4番さんなんか聞きたいことあったら聞いて。1番のプレイヤーが発言します。はい、あのね、僕4番さん村で見てるんですよね。で、2番さん人狼で見てるんですよね。じゃあ理由言ってあげましょうか。僕2番か6番に狼がおると僕は思っていたんですよね。で、2番さんの発言覚えてる ?4 番さん。2番さん多分俺に、あ、バレたと思ったから2番さんって多分俺に向けてきてるんやと思うんやけど、2番の中では絶対に8番を殺しとかないと何かいけない理由があったと思う。それって何なのかよね、結局。で、5番が、まずね、2番が昨日言ってることって全然おかしくて、じゃあ1番さん8番の新要素上げてくださいね、じゃなくない。いや、そもそも9番が偽やし、5番と8番比較した場合って8番の方が良かったよね。だから、オートで8番が新になるわけよ。これって。じゃあ2番さん逆に、じゃあブーメランね、2番さん。2番さんは、あなたは9番と5番の新要素上げてください。できますか？人狼の2番さん、あなたは俺に対して、あ、バレたと思ったから多分俺にしか向けてこれなかったと思う。多分2番がそれで4番とかに向けた場合って4番からもヘイとかで、俺は8番のことを信で見てる。で、8番が例えば2番を占いました、俺は2番を占ってくれって言ったよね。で、2番さん人狼でしたってなった時、2番さん一番困るん誰かって言ったら俺なの。2番さんの中で一番困るのね。で、2番さんと5番さんやったら全部筋が通ってくるよ。その理由まで説明してあげようか。まず、あ、時間来た。とりあえず2番さん釣りますね。あなた人狼なんで。2番のプレイヤーが発言します。え、てかさ、今日8釣るんやけど、3番さんとかさ言っとくとね、1番の発言めちゃくちゃちゃんと、絶対これ4番噛まれて多分サボさん残されると思うんやけど、え、だってさ、話を聞いた上で、9番ってさ、じゃあさ、あなたが提出してるね、今2番と5番の狼って言いましたね。で、8番と9番が、じゃあ2、5狼だった場合って、8番と9番が新居になるよね。で、だった場合って9番の狂人より8番の共鳴の方が高くないですか？で、1番は8番のことが真だと思ってる、9番さんが西だと思ったんですよね。私ってどっちずってもいいって話すんやけど、だった場合って共鳴薄いの9番じゃない。え、だからあなたは真を釣ろうとしてる可能性あるんやから、ただ突っ込む必要がないよね、まず。だって5番って釣り位置に上がってなかったよね。で、私と5番の狼だった場合って8番と9番って真と強靭なんやから、9番の強靭濃度が薄いなと思ったんで、普通にさ、あなたに乗っかってもいいって話ないけど、だからあなたが普通に真釣りたかっただけなんじゃないですかって話ね。5番が言ってる、何やったっけ、3番と9番の狼っていうのも真っぽくなかったし、9番は、三四郎結果を主張してるときに4番さんのね、4番さん怪しくなる視点もわかるよって言ってて、1番と2番の話も聞きますねって言ってる9番と、8番って普通にさ、なんだっけ、4番が狼だったら怖いよねって、グリスケ何も上げてないけど。対抗の9番が狼に見えていて、5番が狂人に見えてる、その発言で8番の真要素どこにあるんですか、1番さん。私に言ってるけど、あなたが真釣りたかっただけでしょ。2番と5番の狼だったら5番って釣り位置上がってないから、どっち釣ってもいいって話やし、真濃度長い、高い9番だろ、だったら。って話ね。もう1は今度、隠ろうだろ。さまさまとマジに話聞いた方がいいよ。はい。3番。のプレイヤーが発言します。いやだって5番さんのシーンは追えないやん。
5番さん目線、俺隠し戸になるにもかかわらず、俺に黒打ってきてんだよ。全くもって意味のないことやってるやん。で、9番さんの発言って、9番さんの1日目の発言から9番さんの芯と俺切ったんだよ。8番さん芯でしかないんだよ。2番行くしかないやん。いや、無理だよ。4番なんかある？いや、俺には無理だわ。俺のレベルじゃ2番さんしか行けないわ。いや、無理だわ。じゃあなぜ、一つだけ言うよ。8番が人狼の可能性について。なぜ、3番の中の絶対的信頼を置いてる1番、4番が生き残っていて、なんで疑ってた俺がいないんだっつ。だって9番さんに信頼を置いてるから、ね。岸つける発言、3番以外の発言があったかっていう。かなりきついんだよ。不思議なんだ。あと8番はなぜ噛まれてないんだろうとか。3番の中、実質平和村なんでしょ、3番の中では。例えばね。多分負けるんだろうね、これ。1か4なん、どっちかなんだろうな。18郎？じゃあ、とりあえず、1番さんが一番発言伸びるから、1番さん釣って、82で戦わせる？ 4 番。もう分からんわ、俺。2番しか行きそうにないんだけどな、今の状況。4番のプレイヤーが発言します。言っておくと、5番はあんま信らしくないって俺言ったやんか。要は3番黒結果をずっと、まあ3番が黒だ、まあロックしてる、3番しか黒位置がいないっていう精査をしてたでしょ。信らしくないって俺言ってたでしょ。じゃあ5番がね、わざわざね、1番黒に変える必要がないと思うの。これってじゃあなんでかって、5番がじゃあ狂人は狼だった時って、1番黒結果語り苦労した時って3番が隠し狼になるから。要は、狼、要は5番が人外だった時に3番を隠しろ盤面を作るメリットがないの。わかる？発言からの信用さは5番にはないが、やってることに人外理がない。わかる？ 3 番さんこれ。要は、5番が人外だった時3番黒でそのままでいいんだよ。で、村目線で、まあ、バランス釣りで、まあ、5、8、9で釣り縄使うでしょ？ 1、2、3、4、全グレで戦わした方が人外理があるのね。わかる？でも5番ってそれを放棄して、一番語り黒にやりたいことがあったんだよなって。噛まれたくなかったか、まあ、ちょっと意味わからんかったけど。だから俺、5番のシーンワンチャンあるんかなって思ってる。やるメリットがないから、狂人でも狼でも。一番黒打ちの仕方が。3番に黒って打って、語りで、一番黒でしてやりたいことがあった。でも、霊能結果が、ね、出ないからこそ、俺がやってることは無意味なんだよねって。うん。でも、占いでもないよね。だからわからないから、今日8から釣って、1、2、3で殴り合おう。わかんないから。だから3番さんだけは隠しろ盤面だから、3番さんは1番、2番の精査をしっかり、単体でもう、間違えてもいいと思ってるよ。うん。やればいいと思ってる。今日8から行こう。うん。で、あと亀市見たらいい。投票が終了しました。多分3番は残されるプレイヤーは3番の中で遺言を発表してください。3番の中で占い神がついているか、3番の中の言っとくとね、だから多分変わることはない。意味ないし、人外だったらやる意味ない、他の要素で拾うとかは無理だと思う。番番、ね、だから多分で、3番が残れば2番ではない。1番の視点って2番に向いてるわけじゃん。2番人狼でしょ。2番だったら3神するはず。1番4番が白いって言ってて、4番は黒、1番もおかしいんじゃないって、1か4だろうね。向いてる状態ね。ってなったら、5番の黒先って3番なんだけどね、2番を守る2番の対抗軸が3番に行くんだけど、それって、でも3番に視点が向いてる人って誰一人いないから、1番も2番も4番も3番黒しってそんなしてないじゃん。その状況下だったら、最終日を見据えた場合ね、5番って1番にフォーカス向けた方が、4番の視点は少なからず1番に向いてるわけだから、理解できるかなっていうのと、2番ってさ、初日の初週って1番の意見が分かって、7番9番がおかしいって思えたわけでしょ。で、9番の2周目聞いてしんと思ったの？
2番視点で9番を新って言ってるけど、9番の新要素ってないし、じゃあ5番新って言うんなら5番の新要素を上げてほしいって感じ。2番ってだって1が評価できて7番9番に向いてたのに、8番が2番6番を怪しみ出したから、8番の芯が切れる。4番が捏造してるのに8番がなんたらだけどっていう話はどこ行ったの。結局4番って別に捏造してたわけじゃないじゃん。そういうところが抜けてるよ。2番さん、2番さんの黒要素です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ、静かに見ましょう。久しぶりに、まあ、9人やったかな。久しぶりっていうか、1日。2日追い出す。3日ぶりって感じ。多分これ1ですね。2番このプレイしたらやばいと思うから、これ1ですね。4番かむんや。8がローなんだね。4番さん5番か9番に進撃。8、1のただのかっこいいこれ。そもそも5番と2番が狼って、俺は1けど多分無理。まず分かるくない。だって5番が1番の黒ってやってるわけでしょ。占い審議な3番の中の審議がついてるから。2番が1番のことを1番がおかしいって言ってるやんか。もう5番と2番めっちゃ連携取れてる。2番機能言ってた。聞いてる4番さん。2番って9番の芯を1番さんが釣りたかったんでしょって言ってるんよ。ってことは2番5番狼で9か8に芯がおるっていうことが分かってる発言してるやん。じゃないとその発言でんくない。だって2番がスムラの場合って5番8番が2セって分かってるから5番か9番に芯がおるわけよ。で5番か9番に芯がおるのにもかかわらず2番が昨日言ったことって1番が9番の芯を釣りたかったんでしょってことはこれ2番5番狼ですよって言ってるんですもん。一緒じゃない。なんでそれ分からんのかなと俺4番さんに思ってたけど、だって5番が1番に黒打つメリットなくないって、もう2番はだって3番と戦う気ないんだもん。2番の狼さんはだって2番の狼さんはもう俺とファイティングポーズファイティングポーズしか取ってないよ。だから相方の5番が1番に対して黒って打って全然やるからメリットがないってメリットでしかなくない何言ってるかなと思ってるし、あとね、俺言われへんかったことがある。まず、初日に戻ってほしいんやけど、5番って最初ね、7白ってやったやんか。で、8番が1番白ってやったやんか。あと時間来た。水利。2号。2番のプレイヤーが発言します。だから3番とか意味わからん考察書から残されるって。私は例えで言ってあげたんやけど、8番とあなたがね、2番と5番の狼って提出してるから、2番と5番の狼だった場合って8番と9番が真と強靭になるよね。だった場合って9番の方が真濃度高くて1番と9番釣りたいって言ってるよね。で、2番と5番の狼だった場合って8番と9番がさ、真と強靭になる。だからどっち釣ってもいいって話してるんですけど。あと、なんか沢さんに言っとくとね、1番のこの怪しいよさ、マジでちゃんと理解した方がよくてね。普通にさ、2番と5番の狼だったら私は1番に関して、1日目から言及してるよね。だった場合って3番黒とかわざわざ打たんとさ、1黒打ったらいいって話ね。で、占いに関しては5番と9番どっちかが真なんやけど、これに関しては分かんないんですよね。5番さん真だったらいらんことしてるし、9番に関しては、まあ、満票で結構な様子で釣られてるから分からん。これに関してはどっちが真か分からんけど、6番か2番が、6番さん噛まれてますよね。6番の投票8番に向いていて、私って4番は別に噛むメリットがまずない話ね。1番さん視点でなんで8番さんの真要素があるんですか、そこまで。で、7番の発言から9番の白結果って分かってるよね。8番と2番の狼の逆囲いなんちゃって言うんだから。だった場合って9番の芯がある可能性あるってあなた白釣ってるんでしょ。意味わからんだろ普通に。なんでこれでわからんの。3番8番が言ってることって2周目聞いて普通に1番が怪しく見えて全員の話を聞いて私は8番の1番芯がないと思っていてこれ当たってるんですよね。で1番と8番が提出してる2番と5番の狼だったら語りで3黒打つ意味もないし初めから1番黒結果打ったらいいって話ですよね。これでわからんの。3番マジでちゃんと発言してた方がいいよ。3番のプレイヤーが発言します。いや発言性差だったら1番さんの勝ちだよそれ以外の要素で取るから迷ってんだよ、うん、4番さんも同じくだと思ってんだけど発言性差やったら多分1番さんの勝ちだと思ってるよ俺、うん、おかしな点があるよ
9番を強靭で見てるのかどうかは分かんない。ん4番が言った初の致命的な出現、ね、5が7白8が9番の白が分からないから2号か2級と言わなければならない。3番さんに指導でそれ2番に一切得のない紙ない状況やろ。 初日から折紙とかでも投票結果的には1番の方に利がある紙、3番4番残して俺を噛んで2番を最後に釣らせる。1番さんは強靭名の高いところ、まあ、静かに見ましょう。5番さんに入れるべきだと思ってるから8番さんが5番さんに入れないのはおかしいなっていう風な感じではあるんだよな、うん、2番さんの投票的には8番に行って2番で、ワンチャン8、2とかもあるの。でも8芯取ってんだよな。1番でそっぱなから囲いに8番が2番行ってんだよ。1番さんが釣られないと5番行かないで西洋であったとしてもってか。あ、もう3番が決めればいい。2番の、2番の。ただ3番の手柄。楽しかったですね。まあいいや。うん。あ、楽しかったっす。あげても、まあこのメンバーでやりましょう。もうあれなんで、もう決めました。入れます。以上。もうそれしかない。多分迷っても多分ダメなときは、もう決断するしかないんで。まあもう一回やりましょう。負けたら陣が強かったっていう。勝ったら村が強かったと。まあ9人部屋久しぶりに渡すから楽しいですね。楽しい戦いでしたね。投票が終了しました。2番だと組み合わせがね。追放されるプレイヤーは1番。ゲーム終了。俺がもうここ行く。村人陣営の勝利です。組み合わせが1番。ふー、疲れた。9番の方強靭かよ。ください。選択しない場合、勝ってる人いんね。余っている役職が、まさかの強靭。村買われてるし。あなたの役職は、これね、人狼。感染なしですね。夜が更けました。人狼に気を、人狼の、あ、自由にどうぞ。行ってください。了解です。自由にやってください。了解です。このルールを聞いているとしたら、アイソンボタン夜押すはずだから、いないのかもね。昨夜は誰も死にませんでした。やりましょう。発言ターンに6番。あまり試合数これから取れなくなる可能性もあるからね。発言します。うん。すいません、よろしくお願いします。ちょっと僕、急に村初めてで、ちょっとセオリーとかわかんないですけど、なんですかね。まあ一応じゃあ占い仕様をします。乱白で、5番さん白でした。まあ特に、まあね、1番目なんで、ちょっとこれとして言えることがないんですけど、まあ、対抗出てくるのかな、まあ出てくるでしょうねって感じがします。すみません、ちょっとその辺、全然わかってないんで、使用していいのか、ちょっと自信ないですけど、すみません、よろしくお願いします。7番のプレイヤーが発言します。いや、出たなぁ。もう死んでいいんじゃないかと思っちゃったけど、よくないね。まあ、もし太鼓出たらその時も精査しようかと思いますけど、初めてということなんで、6番さんはじゃ あ相手の占いとかが出た時に強なのかローなのかっていうのは、まあそんなのは、まあそんなのはまあいいっすよ。見るんで、6番さん視点で発言がおかしい。情熱はそこまで狼いないんで、いいっすよ、ゲームをまあそれでも大事なんで。似てるところというか、一番が出れば死ぬ、共通するところだと思うから、発言について、特にグレーの出なければもらいたいなと思います。自分のことも含めて、ね、エネルギーは抑えます。お願いいたします。いいんじゃないですか、ね。それぐらい。厳密に言ったら、ゲームする時間が短いんで、これにケチつけて配送にさせると、次のマッチングできないかもしれないし、今日は。一周目は勝てたらラッキー方式でやりますよ。気になった発言、その原文を取って、こういうふうに言ってたのがちょっと違うと思うとか、違和感感じるとか言いたい。だからみんなも話してほしい。8番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。原文を取った方がいいんじゃない？その自分で推測するっていう高度なプレイをできる人がいるらしいんですけど、そんな人、天才じゃないですか。人狼は人の言葉だから心を読む。だから人の言ってることを解釈するんだ。こんなこと言ってるレジェンドプレイヤーがいるらしいんですけど、
私は底辺なんでね、何言ってるか分かんないです。突き抜けすぎて。はい、私はまあ原文取ってしっかりやっていきます。何なんでしょうね、6番さんに対して7番さんね、出たーって。何が出たんでしょうね。うん、という感じですけども。まあ、いろいろ手を使ってくるのが陣外ですからね。まあ、6番が陣外かもしれないんで、まあ一応様子を見たらいいんじゃないですか。うん。まあ一応7番、6番でライン切ってるかもしれませんしね。一応警戒はしますけど、原文を取ってね、おかしな人の発言してた人を釣るというゲームなんで、まず黒い人今日は釣りたいと思って、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。よろしくお願いします。8番さん釣り1だと思います。原文を取ってっておっしゃってて、自分は全く原文を取っておらず、そのエグゼクティブプレイヤーみたいな話してるの本当無駄にないと思いました。7番さんが6番さんに言ったことって、私も初心者だった時だったらそう言うから、多分6番さんはしっかりもしかしたらこの人3がつかなかったの多いんで、で女性白いドレスの格好してた人かな、うん、いや別人かな。一周目頑張ります。以上です。一番のプレイ。久しぶりっちゃ久しぶりだけど。あ、はい。一応八が伝説じゃないですよ。すね、私ただの人狼なんで、ただの底辺プレイヤーよ。八番スリーチなんですね。村人の村人とかでやってる。そうなんですね。八番一致しなかった。の天敵のヒロちゃんという人が伝説なだけであって、僕はただの人狼なんで。まあ、判断ジロノの意義はただの三流プレイヤーなんで、三流プレイヤー。底辺プレイヤーですよ。7番と同じこと僕は思いましたけどね。エグゼクティブプレイヤーではないですよ。6と9に言いたいんですけど、うん、これはね、精査を外れた部分で、人狼ゲームプレイヤーとして言いたいんですけど、初心者 CEO はね、やめた方がいいですよ。ゲームがね、僕はぶち壊しになると思ってますから、まあ、そうだけど私もそう言うと思うとかっていう、その発言をね、要望する。学べばいいだけだから、推奨する発言はね、やめた。これはとりあえず、マッチング次できるかどうかは分かんないから、誰々、何々ですっていうのは、あんまり真にしか見えないから、ゲームぶっ壊すよりは。初心者見たっていうのが入ってしまうの。やめなさい。ただ、人外にとってこう思っちゃうっていう。俺は優しい方の分類っていうか、俺は人外やる気ないからこうだけど。7番さんがね、6番が深夜だった時、太鼓が出た時は、勝とうと思う、太鼓精査は俺たちがするから、辛いってまあ、どこ怪しいか6番の口から発表してっていうのは、まあ結構いい、まあいい感情だなと思いました。まあ、それとって俺は6番全然真には思ってません。あざとい狼だったらどうするんですか、あざとい巨人だったらどうするんかって言いたいです。だから7番が村やった時に2番が言いたいです。僕も初めてでーす。これでいいですか？そんな精査やめましょう。で、9番が8番の釣り押しは俺は良かったと思ってます。まあ8番って、7番が6番の狼でラインタッチしてる可能性があるって言ったけど、7番の発言って聞いたらわかるっすよね。まあ6番と繋いでいってるんで、6番が深夜やった時は、俺が相手の強労精査するからって言ってるんで、まあ、タッチしてるんじゃなくて、つなぎに行ってるから、8番の精査変やと思ったんで、9番の8番釣り位置は正しいと思いました。1番は9番が早いっていうのですけど、9番の8番の釣り押し理由について意見が惜しかったです。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師です。私が真の占い師です。ランダム占い先は8番さんです。8番さん白です。おめでとうございます。で、今気になってるのが、普通の人なんであってほしいけど、こういうキャラの。8が釣り一応ゲーム壊さないようにしよう。全然原文俺は何もしないけども。釣り1って言ってるけど、9番さんスライドされても俺はしないけど。8番さんのあのリラックスムードがさ、ローに見えたんか本当に。なんかさ、強靭だったら頑張ってんね。釣りやすいところ釣ってる。そんな感じするよ、9番さん。でね、対抗のね、6番さんはローなんじゃないのかなって、俺は思ってるかな。で、2番さんが、たらがったことはあるよ。ローで、9ローありそうかなちゃんと取ってるわ。うん。たらがったことあるわ。2番さんもね、ちょっとね、なんだろう。こんなだったキャラだったとかは忘れてるけど。取ってて、取っててね、たらがったことあるよ、この人が。うん。ID 見れば完璧だけど、たらがったことがあるよ。うん。はい、お願いします。グラビタ陣営です。この人もなんか見たことあるんだよな。占い師ともなんか、なんかこんな数字の人とかなんかローマ字の人って。
記録してるかどうかは分かんないけど、3人目出てきてほしいなっていうのがなんか素直な気持ちです。占い精査したくない。楽しいねみんなで。僕は今日はあれだからマジで、あの3番目に出たやつは一番最初に釣らねえからさ。ああ、やっぱ撮ってるわ。うん、船が。なんかね、特徴的なのって撮ってるわ。占い精査わかんねえよ。5番も撮ってるよね。ああ、まあ2週目頑張るわ。俺に叩く時間もったいねえから俺には触れない方がいいぜ。以上。5番のプレイヤーが発言します。まあ4番さんに触れると火傷するってことが良かったのかな。関してはまだ分かんないですけど、俺8番さんあんまり人狼っぽく見えてないですけどね。あの6番さんしか出てないと6番さんの偽もって6、7のライン切りまであるんじゃないかっていうメリットが8番さんにはないと思ってるんで、なので8番さん釣りしたの9番さんだったかな。まずこの9番さんが怪しいかなと思ってて、であともう一人怪しいのがいて、2番さんっすね。はい、2級のランでいいんじゃないかな。こっから役出てこなかったので、役出たら、もしどっちか役いたら、役じゃない方釣っちゃっていいと思いますけどね。はい、2級のランでいきましょう、今日は。はい、占い師に関してはまだわかんないです。6番さんの、占い師でした、何々しろとかじゃなくて、まあ、なんか一泊置いてよ、ね、れば一番いいけどね。6番のプレイヤーが発言します。はい、すいません、なんかあのメタみたいなことになっちゃって本当に申し訳ないです。いいんだよね、まあ人狼のルールとかどっちでもいいですよ。これはそこんな細かいところ で、すいません、その辺はちょっとご了承いただければと思います。まあ、そもそも一応そうですね、まあ自分目線も3番さんちゃんとうまくいくかどうかわかんないからゲームした方がいいだろうっていう、みんなをもてなす回だからね、人狼は。おもてなしの回だからね。潜伏どうやって盤面作っておもてなしをしようかなと。でやっぱり、まあ、1番さんと同じちょっと意見で、9番さんがその8番さん、決め打ちっていうのはちょっと、おかしいかなと思いました。うん、で、なんかその 9番さんに便乗する感じが、というかもう6進じゃん。2番さんでもいいか。思うんですけど、だからまあ9、2が潜伏なのかなっていうふうに。9でいいから5番乗っかってだからちょっと8の精査がわかんないですけど、いや、どうなのかなと思ってます。まあ3、8人狼か2、9人狼潜伏。7番のプレイヤーが発言します。はい、追加。3、8、2、9。9って騎士だよ。6番さん。4番が霊能で、9番が騎士ね。だから今日は、1、2、7、8。うん、知ってる。1、2、7、8が完全グレーってことね。3番さんが、なんだ、僕が本当の占い師だか、真の占い師だかって言ってなんか出てきて、なんか本当のとか真のってどっちで言ったか忘れちゃったけど、それが臭かったのと、8番さん白って言った後におめでとうございますってどういう意味と思って。ああ。いや、6の方がちょっと新目に見てるかな。ちょっと入っちゃってるのもあるんだけど。1、2、8って言ったら、そうね。2番さん良かったけど、2番さん良かったな。でも1番も変じゃないよね。9番って8、8釣り早っ。なるほど。言動が合ってないからか。6と9に言いたい。初心者メタは、いや、入るからやめなさい。黒要素ないよね。2番って、7は結構いい感情。でも6進には見てないぞと。9の8釣りは良かった。8釣り押しは良かった。8の精査、おかしい。7は6に、そうなんだよ。7って6のことフォローしてるんだよね。だから8番が、時間ない。まあ、2近8番のプレイヤーが発言します。うん。仮に、例えば3番、6番が新境だったら、7番、1番押してから、7、1はなさそうだな。何とか。俺、5番はね、あまり黒くは見てないですね。5番が10でやれたらね、8番釣り寄せばいいんですよ。片白先の特に。はい。それをね、釣り寄さないで、1番を白く置いてるから、5番を白で置けば、1、2、7に、
占い師次第で、まあ、1枚ないし2枚のローがいるっていう感じですね。まあ、ここどう取るかですよね。7は固くない6番が死んだと言ってる。確かに3番も死んがないような感じだけど、まあ、占えばいいんですよ。6番が8番が死んでたら、8番隠し色できたら強いんですから。うん。まずはね、隠し色作りが基本のあれです。まあ、8番占いが基本的にやって、もし8番もなんか白だなと思ってたら、1、2、7の余ってる人占えばいいんですよ。6番さんに言うと。まあ、7番と1番と2番難しいですね。なんか、同感は自分の中ではあるってならば1番、2番なんですけど。どうなんでしょうね。1番は6番にメタラっていう。ああ、人がいるのかなと思うし、2番も、9番とか視点は2番とか白く見えるんだ。7番とか9番は。まあ、1、2番、まあ、9番が9番を正しいと思ってたら、私は黒く見えるんでしょうか。一つ勘違いしてますよ、9番さん。私がその伝説ではないんですよ。別の人物ですよ。別の人物が伝説ですよ。僕はただの底辺の三流プレイヤーと言ってます。はい。127で黒いところを釣りたいと思ってますね。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。36だったら3の方が真に見えていて、6番さんは、まあ、騎士を見逃していたとしても9番がおかしい。8番が狼に見えないみたいな感じのニュアンスで言ってたと思うんですけど、6番さん自身の発言から8番わからないのになんで狼っぽくないのかなって思いました。はい。あと1番さん話聞いてないなと思って、4番さんがランテージ上げていいと思うんですけど、私は1番2番でいいかなと思ってます。内緒は1番7番かなって思ってます。1は必ず入れたいなって思っていて、8番の釣り師早くないって言ったんですけど、8番さんの発言で、言論が手つっていくっておっしゃってて、8番さん自身何か言論言いました？7番さんのここがおかしいとか。しかも私は初心者仕様してなくて、6番さんの位置で初心者だったらそういう発言も出るけど、7番さんと一緒で怪しいところを言ってほしいって言ったんで。で、なんで1番2番にしたかっていうと、1回目ね。あ、こんばんは。1番2番か1番7番って、1番2番さんが最初に出てきたのって、ね、私の気持ちが分かるって言ったけど、分かっていなくて、私は8番さんが言論で、本人かな、発言していないから確認すればバッチリだけど。います。危なかないと思うわ。本人だったら。1番。ファンがつかなかったと思う。発言します。試合数も少ない。はい、2週目。お前話せるようになったんだ、あの時の。9番、何ヶ月か前の試合の初心者さん。7番の発言ちゃんと聞いてました。あなたも僕に話聞いてないとか言いますけど、7番の話って聞いてました？あ、今日のグレーって何も前すぎて声確実に覚えてないけど。そうだね。1、2、7、8って言った後、3番が怪しいのが、8番白おめでとう。おめでとうってどういうことですかって、3番初白って出したのを認識してることを匂わせながら、そうだね、1、2、8だったら、そうだねって、その後8も入れたのね。なんで5は白で、8は、今日のランテージに改め線で入るのか、8って片白ですよ、一応ね。7って3の偽が見えてるんですか、37なんですか、それとも78なんですか、3強の。だし、三神の8黒の、三神の8白の6相方だったり、6の偽が見えてるんですか、7って。今日の釣り位置の考察に8を入れてる7っていうのはおかしいんですよ。1278、1278って言ってたんです。今日の釣り位置は、127から釣るんですけど、なってずっと最後まで8は入れてたんですよ。で、12、うーんって言ってたんですね。それって9って聞いてたんですか、あなた。人に対して聞いてねとか言う前に、7ってなんでそうやっておかしな発言してるの拾わないの、あなた。でムカつきました、ちょっと。騎士だけど。なら釣りで間違いないと思います。2番のプレイヤーが発言します。まあ、本戦は3番、8番狼、5番狂人とかかなって思ってるけど、8番が初週に7番に落とした精査で、これは7番が認めてますが、
7番は6番とラインをつなぎに行ってます。なのに8番は7番、6番でライン切りをしているっていう考察を述べました。だから8番が原文を拾っていこうって言ってる人物なのに7番の原文を拾っていなかったから2番が言いました。8番釣り位置筆頭ですよって。5番はこう言いました。8番叩いてる2番がおかしい。2番、9番から釣ればいいんじゃないんか。7番が認めてるんですね。7番は6番に対してそんなことを行ってないっていうのを。だから8番が変です。だから5番が2番と8番精査して2番9番の方が変だって言ってる5番が変、どうにか1番が生き残ってないと。3番8番狼で5番狂人だったら8番かばうんで、8番が5番が狼じゃない理論は成り立ってません。狼で余裕がなさすぎだよな。8番はもう1個言いました。1番2番が不当な叩きをしている。1番は8番に叩いてないですね。1指目は1番は9番に疑問詞を持っていただけです。釣り押しが早いんじゃないんかって、ただそれだけ。8番はなぜ1番から叩かれたと思ってるんですかね。5番の発言でどっちかに評価。8番全然白くないです。あと7番に言っておきます。6番の初心者シーロはメタシンとって、3番のパッションシーロ、僕は本当のレースですは悪意的に取るんですか、7番は。7つって言うからやめろったんじゃないですか、3、8で持ってるからね。やめてくれって。3、8で持ってる。グレーだったら7しかないですね。囲い入ってると思います。じゃあ7行こう。のプレイヤーが。いやー、残したくねえけど。いいよ。はい、お願いします。1番に生き残ってもらって、強靭制度にかけるプランもある。なんか1番、2番、3番、1番さんって気にならなかったの。7は3の偽が見えてるの。1、2、7、8って言ってた。7釣りで間違いないって言って、それで2番さんも、7釣りしかないって。なんか、これワンチャン、6強の1、2ローローもあるんじゃねえのかなっていう指摘になったんだけどな。その前まで見てたのは、なんか1番さんってかなり強靭め高いなっていうような感じ。だから6、2、ローローの1強靭っていうのも見てた。でもやっぱね、9番さんが、8番さんって別に、原文を取ってって言ってさ、全然原文取ってないって言って、9番さんの釣り押しっていうのは、僕目線違和感に感じ取って、そこに関して2番さんが、いや、9の8釣り押しが良かったよねっていう発言ってさ、いいかって、なんかむしろ、ロー要素って、普通に、2番の席に座ったとして、8にあんま感じないから、9に違和感感じるはずなのに、2番さん目線って、9の評価回収してるようにすごい見えたな。だから俺は2番さんが怪しいかなって思ってる。6強1、2ローローもありそうだし、6、2ローロー1強陣もありそう。手を俺は見えてるから、だから今日2番さん僕行きますね。2番さんグッバイ。4番のプレイヤーが発言します。1周目の視点更新だったら3番さんの方が締め高いかなってめっちゃ思っちゃったかな。1番さん視点の7番さんの8を乱世入れるのは疑問ですよって言ってるのは不当ですよ。7番さん視点、6の方が新っぽくて見えて、で、3番さんが2してって、最初の口頭で言ってたんで、3番さんが8を打ってようが打ってなかろうが、7番さん視点は6番が新に見えてるんで、別に8番乱視点入れるのは全然問題ないのかなって思ってるんですけど。ここまっすぐか。オッケー。じゃあそろそろ進行言おうかな。好きなところに行ってくれ。はい。乱視点しません。片白から行っても構いません。普通に。自分がここ怪しいなって思うところに思い切って投票してみてください。はい。初日に狼釣ったら強いんです。自分視点、ここが狼だって思うところに投票しましょう。よろしくお願いします。占い行ってもいいぞ。5番のプレイヤーが発言します。まあ確かに2周目の話聞くと3番さんの方が新っぽいは新っぽいんだけど、まあ考えすぎなのかしんないけど、3番さんって7番さん釣り押されたから、
2番さんと1番感じはするんだよな。7番さん別に白いとは俺思ってないんだよね、正直。はい。これ2、7どっちかかなと思ってるかな、2周目の話聞くと。どっちだろうね。あ、こんばんは。あ、こんばんは。まあ何日かぶりにやってますね。難しいですね。うん。ちょうど空いてる時間使って。まあただ6番が強靭だったらっていう、さんまさんの話もわかるから、1、2、ローンも。今日はおもてなしの気持ちでやってますね。2と7の方が俺怪しいと思うんだよな。うん、俺は2番さんにいっとくか、とりあえず。おい、2番の方、あ、7番の方行こう、7番の方。1番と票合わせた方がいい。2番に票流れねえだろ、これ。4番どっちでもいい派だから、9番は1番にロックオン。7番も1番行きそうだな。7番と1番、俺と1番行ったら終わるな。よし、まだいい、まだいい。生き延びた。奇跡の。いや、でも2番釣れるのは若干痛いけど、ただまあ8、3追ってっからいいか。うん。よし、まだ夢は繋がった。1釣られたらもう6カマないで、9番あたり噛んで、9番あたり噛んで、占われたら1枠っていう。うん、4番占い人よ、そうなよ。なら4番の発言はそういう発言だって、もう黒いところ。何考えてんの、お前。ああ普通に言って9番は2番。9番は1番。おかしなこと言ってないんだけど。まあ1番と7番だったら1番の方がまっとうですよ、9番さん。9でいいしょ、9で。邪魔だから9行って。1番にとやかく言われたら、から1番投票してんのか知らんけど。シレット6行って。7番ってだって8番だけ形代を把握してる上で8番もランテに入れてる。5番黒打たれたらやべえな。精査対象に。7番の王子度でしかなくね。7番か5番。1周目の6番が発言して。5白でもいいけど、5白でもいいわ。まあ、6番さん死ぬんじゃないのかな、メーターで拾って。7、6っていう。3番が、僕は本当の占い師ですって言ったら、いやいや、あざとい人外だろって言ってんだよ、7番って。その発言だけで。あの発言だけで、色の見えてない村が3番、6番の中身精査できますか？できません。慎重にやるべきだと俺は思いました。まあ、本戦3番、8番、狼、5番、狂人だと思うけどね。そう見えるでしょ。7番が村で、2番、6番、狼、2番の狼が、7番が6番の肩を持つって言ってんのに、7番さんやめてくれ。6番の陣があるかもしれんよって、2番、6番、狼で言ってるって3番が言ってます。はい、俺の白結果見たら3番の偽を得よ。夜が更けました。人狼に人狼。任せますよ。任せますよ。9でもいいっすよ。普通に。9っすかね。はい、普通に9はいきますか。はい。なんか両黒出そうじゃない ?8 と1。ああ、そうですね。それだけやばいっすね。まあ、しょうがないよね、そうなったら。両黒出ないでほしい。そうしたら一番が最後逃げ切れるから。昨夜は一名の方が失礼しました。それで。喧嘩おるな。6、7でいい。俺がリードする。プレイヤーが発言俺がリードする。いくら？お、6、2世。6釣り。2は2。2が黒だったなら1でもいいですよ。4番さん。2が黒だったなら1釣りでもいいですよ。白だったなら6釣り。まあ、6番には悪いが厳しい洗礼を浴びせます。あ、じゃあ6釣り。厳しい洗礼でお願いします。私も宇宙人狼やデッドバイデイライトでね、受けている。2が今日であの発言って感じじゃなかったですからね。エピックスではもっとさらに受けている。初心者のね、上級者のね、洗礼を浴びせるね。まあ儀式ですよ。6の発言から正直、6番釣りますよ。取れてません。3から新要素なんか、なんか3から1にいろとか言われてるのが何ですか、サンクロの場合の 1A のライン切りだったんですか、不自然じゃないですかっていうぐらいしか、なんかありますか。で、じゃあやっぱ6、7だったってことですね。しかないもんね。
三手八白だし、五白を出してるし。はい、6、7だったってことっすよ。昨日の7番の、8だけ片白を入れるのって6進だと思ってるからっていうのが、やっぱ変ですよ。変。初心者ミスやってんだったら、それルール違反だと思うしね。6、7で提出。6釣りでお願いします。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。2番、3白、申し訳ないなって感じなんですけど、僕目線見えてる世界線は、まあ、6、7、ローロで、ぶっちゃけ一強人だと思ってたんだけど、どうなんだろうって感じか。あと、まず、6番さんの偽要素言いますね。6番さん、僕って、2番さん、ほぼほぼ、2番さんが、9番さんの評価集してるように見えたから、だから2番さんがローだと思うっていう発言して、それで2番さん行きますって言って、6番さんも2に入れてるんですよ。わかります？普通って、対抗が、ここ怪しいと思うって言って釣りをしてるところに、一緒にのこのこと、票入れるってないんですよ。はい。だから、6番さん目線に釣れそうで、2の白見えてるから、だから2を釣りをしたっていう、そういう感じだと私思っております。はい。あとはそうだな。あと7番さんの発言。7番さんは2は良かったっていう、まあ、7番さん目線って、2白が、まあ、てか6-1の黒囲いっていうのはないと思うんですよね。で、7番さんが2は良かったって言って、それで2を評価してるんですよね。だから、6-7で、7番さんが2は良かったって言って、2を評価する構図。わかります？それで評価集をしていたと。6-7ローローチェンジ、6番さん、レッツゴー！ 4 番のプレイヤーが発言します。あー、すいません。あー、より行っていきます。3番さんが5白、8白ね、了解です。占い精査だと、さんの方が新っぽく見えるけど、俺は初心者仕様でも目立つ下がってでも勝ちたいから、6番が真だと思って1番行こうかな。よし。まあ、村が決めていいよ、適当に。今日は16のランね。5番。のプレイヤーが発言します。うん、まあ俺も実は1番から行こうと思ってて、これちょっと理由があって、3番さんって 1,2 を怪しんでたんだよね。でもなぜか2に投票するって言って1番を省いてんだよね。多分 1,3 人狼じゃないかなと思ってるかな。はい、もしくは 6,7 人狼、このどっちかじゃない、どっちかじゃないかなと思ってるよ。ただそこで67人狼だった場合、7番さんって8番に行くのかなって話なんだよね。2番に入れときゃよくねって思う。まあこれは1番さんにも言えるんだけど、3番の発言から13人狼ってめちゃめちゃ見えるんだよね。3番って12怪しんでて、5が白だった。で、3番さん目線、人狼って誰なんですか？ 2 白っすよ、5白っすよ。7か1にいるんすけど、3番さん。何にも言わないっすよね。絶対偽でしょ、これ。はい。なので1番からいきますよ。これ、かなりの、もうなんつうんだろう。かなりの落ち度だと思う。3番さん目線、17人狼絶対いるんだから、明言するべきだったっすよね。何にも発言しないでしょ。はい。というわけで、私は一番さんに、フラッシュピストンマッハパンチをぶち込みます。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。一応確認なんですけど、強人って白を出るよね、芸能で。で、3番さん触れてなかったのは、2番さん白、強人っていうところを全く見てないっていうところが、まあ、怪しいなと思ったら、正直3強の2-1ローローだと思ってたんだけど、まあ 3-1 ローの2強かなっていうふうに思ってます。で、まあ一応投票した理由言っとく
けど、まあ1番2番が明らかにもう7番さんに攻撃して、で7番さんは別に白でまだ見てるわけじゃないけど、これ結果出てないから、まあ2位、正直2位1位、あのね、釣り先はどっちでもよかったと思う。まあ どっちも怪しいと思ってたんで、で正直2位黒出ると思ってたんだけど、まあ白出たからまあ強靭かなというふうに見てます。なんでまあ僕目線も1位3で終わりです。で、8番さんのね、だから3番さんが8番さんに白を出した理由だけはちょっとわかんないけど、まあここはちょっとグレーで置いてます。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、追加。そうですね。自分は1周目から6番が死んじゃないかと思っていて、1番と2番から釣り押されたけど、自分は1番、2番よりも8番が6番と7番のライン切りあるかもしれないって、そういうふうに言ったでしょ、うん、で、2周目に黒い人釣りたいっていうことを1周目に言ってるわけ。で、1番と2番かなって言ってて、って思って黒い要素上げなかったじゃない。だから俺8番かなと思ったの。4番さんが好きなとこ行っていいって言うから。2番さん遺言聞いてた？まあ、3、8、ロー、ロー、5強っていう視点を落としてたけど、俺が白だって3番の偽を疑えよって。めんどくせえ。1番ライン切って。めんどくさいけど、時間、マッチングの関係もあるから、いつとライン切って。1番が、6噛んでてやる？一応やる？あんまやりたくねえけど。4日目まで行くけど、まあ、このゲーム、同じメンバーで戦えるかどうか分かんないからやるか。4日目まで行きますか、一応。2番が白で出て、絶対7番の票変わんないし、4番の票も変わんないでしょ。5白。まあ、4番さん、5番さん、6番さんに合わせるわけじゃないけど、自分も1番さん行こうかなと思ってる。1番の明確な黒要素ってないけど、でも俺の叩き、今と。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、1位でいいんじゃないですか。1位って、あともう4号、いや、でも7番のローもあるけど、7、6もあるけど、もう4号の心変わらないんだったら、もう1位行くしかないんじゃないですか。1位行って。で、まあ、奇跡にかけるしかないっていう。まあ、7の方が黒そうに見えるけど、まあ、1位行ってみたらいいんじゃないですか。うん。まあ、もう、6進進行になっちゃうけど、もうしょうがないんじゃないですか、これは。1行って、3行ってっていう流れになりますけど、それで終わったらいいなとは思いますけどもね。難しいっすよね。終わってくれてほしいけどね。6番、7番だったらもう負ける進行だけど、まあ、それは4番、5番が責任取ってくれるらしいんで。はい。それでいいんじゃないですか。はい。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。その疑いには、どんな根拠があるのか。面倒だけど、一応やりますよ。あんまり試合って多分できなくなるかもしれないから、こういう時間帯に一応ゲームをしましょう。おい、惜しかったなぁ、おい。おい。投票が終了しました。なんで4番がこれなんだよ。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。いやー、何でこれ。6、7ローの5強で提出しますね。5って3は6、7で提出って2回ぐらい言ってましたよ。結局1、7にいるんだけどどっちなのじゃねえんですよ。3ってはっきり6、7じゃね、6の1の黒囲いは見えねえからって言ってましたよ。いやー、もう、こんなの、あのさ、君たちさ、言ってねえから3人制とか言ってんすか。ただまあ一応、ライン切ったよ。というわけで、まあ、一番悪いけど、この方法しかないから、もう、声が変わる、あのね、PP。いったら4回まで行く作戦は取ってる。そうですね、いやー、だってわかんないもん、まあ、4番、5番の意見がこうなるとは。言いたいのは1番も6行けよ。1番も6行ってくれればもう俺6行ったのに、1番が7行ったことが致命傷だよ、俺。1番7行っちゃダメなんだよ。あれ6行かなきゃ。こう、同票になるかもしれないんだから。人狼に気を、人狼の方。6番を噛むけど、もう1黒を見せて、まず逃げ切るっていう方法を取るしかないから、3番して、
7黒しかねえから、まあ、そうなった時の4号の化学反応で7番釣って勝ちたいなぁと思っている男、まあ、3釣って7でもいい、もう裏に合わせる大作戦。よ、昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。4番さん、熱いか。4番さんでしょ、でしょ、うん、3行くしかないじゃん、でしょ、うん、だって自分の視点ではさ、ちょっと言えなかったんだけど、3番って2が白でした、で5番が白、8番が白っつったら俺オオカミになるもん。だって俺オオカミじゃねえから、村だから。1番2番に思ったところは話した。それよりも8番が言論と合ってない、原文を取ってっていうところの言論と合ってないから1周目8番気になったと言った。占いは6が真に見えてると言った。2番さんからは否定されたけど、6番のメタシーンは取って3番のパッションは取らないんかって。でも2番さん自身が3番に釣り寄されて両占いから入れられて遺言で3の偽を追えよって言って死んでった、うん、ねえ8番さん、2番さんと一緒に戦っていくってそういうことでしょ。8番さん、2番の気持ちになって精査しろってことでしょ。あれちょっと待って、3番7しろは3番7しろ、どこが狼なの3番視点。よくわかんん、うん、真面目に話しちゃいけないのかこれいや3番行くよ、うん、3番行く、それでいいよね。4番さん5番さん、俺村だから。8番のプレイヤーが発言します。3番の中で4番がローという意味が分かんないことになってるから、それはもう2番が霊能で出ないんだったら2番が悪いんだから、もう3番破綻してるんだから3番偽ですよ。13なのか17なのかって話ですよ。なんで3番がローで破綻しに行くスタイル取ってんのかなって考えれば、3番強人7番ローまであるけど、まず距離13があるから3番行って破綻してるんで、もう知らんすよ。2番が霊能でそれやってるなら僕は知らないんで、うん、で3番つってで、終わったら村の勝ち。終わらなかったら7番つって17の壮絶なライン切り。4番5番がすごかったんじゃないですか。もうそうだったら。4番5番が1番行くっていうプレッシャーかけたおかげでもう7番ってライン切るしかなかったって。まあ俺してはもう、まあみんながそういう風に6を死んでみるんだったら1釣りでいいって思ってたんで。はい。よかったです。1番の苦労で。ただ、6番が生きてればね、7番が白なのか黒かによってもう答えは出たんだけど。うん。いやー、本当に、今日は3番いきますよ。7番がやたらムラ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 って主張してますけど。あのね、私も確かにね、9番さんが隣に座ってるからムラムラはしてますけど、これは冗談ですけどね。自分がムラの場合にムラ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 って主張することっておかしいですよ、7番さん。うん。3番がおかしいってどっかけても7しろ打ってるからおかしいでしょっていう。うん。そういうところで、なんで、気づくのが遅いんでしょうか。占い結果見てませんでした。はい。3番で終わればいいなと思ってます。まあ、はい。なんか破綻しに行ってるスタイルなんで終わらなそうなんで、多分17だとは思いますが、今日3番いきます。以上です。3番のプレイヤーが発言します。いやー、マジで、マジで。霊能対抗いないの、霊能対抗。もうさ、578白なんだけど。に、9番はあれだもんな、騎士だもんな、2が霊能か。4番さんの黒要素を上げなければ。ああ、4番さんって3が新芽高いっていう発言をして、俺にすり寄ったな。4番さん、分かってますよ。ってかことを考えたら、2番さんなんか霊能っぽい発言してなかったっけ？ 2 番さんってなんて発言したっけ？なんか発言したっけ？いやー参ったなー。マジかー。
誰だよ、霊能使用しないで死んでったやつは。あれ ?5 番さん、5番さん、5番狂人さん、霊能使用してくれませんか?5 番狂人さん。もう。まあ、とりあえず僕はね、4番さんしか行かないですよ。4番の人狼さん。4番のプレイヤーが発言します。うるせえ、だまで死ねえまで。5番のプレイヤーが発言します。まあまあまあ、潔くて俺は好きっすよ。はい。面白いっすよ。まあ、これあれでしょ。三狂人の一七人狼でしょ。これね、ちょっと傷残してんだよね、一番さんって。一番さんって、6から黒もらってるのなぜか7に入れてんだよね。こうおかしくね?みんな気づいた?ね。これ17人狼なんですよ。はい。なんでかっていうと、6に黒もらってるのに1番さんって6じゃなくて7に入れてるんですよ。これなんでかわかります?とっさに相方に入れてるんですよ。はい。ね。俺クラスになるとそういうの見逃さないんですよ、1番さん。はい。はい。匂いますね。臭いぞ、臭いぞ、匂うぞ、匂うぞ、匂うぞ。全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。まあ、おもてなしがこんなめんどくさいこと言う。あー、決まった!とっさに相方のように入れちまった。でもね、これ3番囲ってくれたからこのゲームになってるね。いやー、まさかな。ないと俺が普通に決めれるっていうワンパターンの平和もなったけど。何人なリア教がいるんだって村だな。1に関してはね、表読みが難しかったからね、ライン切るしかなかったけど、できれば6に行ってほしかったけど。ありがとうね、プレゼント。ありがとうよ。まあね、さあ、どうだろうな。まあね、このとっさっていうのはわかるな。とっさにな、入れちゃうよな。俺もね、行きたかったんだけどね。次の日。4番死んでませんよ。4番ローだからね。3、4、ローロー、ご教授、グッバイ!夜が更けました。人狼に厳しい戦い。4番噛みたかねえけど。この私を疑うつもり、まあ、私はそんなに4番がちょっとわからなすぎてね、わかんないんだよ、この人。読めないし、持っていけない、これ4番を。エンドイッチで頑張る。まあでも、おもてなしを今日はね、しようと思ってた感じですね。ああ、勝っても負けでもまたこのメンバーでできればいいですね。脱げないでほしいんだよね。マッチングが次できるかどうかわかんないしね。あと1試合くらいできればなと思って、余った時間を競技村に当てようかなと。まあもう7番戦うだけ、最後の戦い。プレイヤーが発言します。4番さん、成仏してください。私は4番さんの無念を、私のこの拳に込めて、ね、フラッシュピストンマッハパンチを7番さんにぶち込みますから、4番さん、見ててください。いいっすか ?4 番さん抜けないで見ててください。俺のこの、ね、鉄の拳で、フラッシュピストンマッハパンチを7番さんの鼻っ面にぶち込みますんで、よく見ておいてください。7番のプレイヤーが発言します。これさ、人外数が合わないんよ。怪しい村人3番スムラなんじゃないのこれ。いや、これリア教だろ。五教人の八郎、一八郎郎、五教でしょ、これ。違う?だ、もう負けだよ。うん、いや、八番気になってたもん。みんなが行くから一でいいとかさ。うん、おかしいよな。
2番さんはね、霊能じゃないって。2番さんは霊能だったらちゃんと霊能って言うよ。そういう発言の仕方じゃない、2番さんって。そんな隠れてこそこそ霊能のまま死んでいくわけない。これ超人だろ。だから4番。いやー、わかんねえよ。3番だろ。3番が、5番が精査間違ってんの？そしたら3強人の18郎の。これが一番本線だけど、5番さんがなんで脳死で7つってんのかわかんねえよ。いや、え？普通に5村で置けばいいだけじゃねえか、7して。17ロールで見えてる。17ロールを3強。どうした？考えすぎで俺にラッキーチャンス与えてんの。1番の1つ目7強だったら笑うけど。いい仕事なんだけど。ないよ。強人使用すりゃいいじゃん。だってこれ3番強人18ロール。でも5強もあるよ。8番のプレイヤーが発言します。もう7番言ってください。7番の中でなんで5番と3番の強人が2人いるんですかっていう。薬害はありだったけど1人しか買えないので、はいはい、7番がもう4人外追ってる時点で17ですね。一番普通6番行かなきゃいけないのに7番にもう5番の言う通りでライン切ったんですね。もう奈良の発言おかしいでしょ。まあ、3か6、2が新強だから、どちらかに強人がいて、まあ、多分一般的には、もう3番が破綻してるから3番強人、6番新。なら5番村ですよ。確定村なのに、3番と5番の強人2枚を追っている時点でもう7番がもうどうしようもなくて、5番のもう、ピストンパンチをもう受けるから、もう追い詰められてもうバグってしまった。強人みたいな演技を振る舞ってももう無理ですよ。はい。もう17ローロー3強人確定なんで、村が強かったです。まあ、7番さんが結局、盤面的に、1番とライン切らないと、自分が仮に6番投票しちゃうと、陣内が透けるから、1番にライン切らなきゃいけなかったんですね。4号は強かったです。本当に僕は危なかったですよ。1番投票できてよかったです。まあ、最終日のもう7番の発言で、さすがに9番さんも分かってくれたと思います。4陣内追ってる時点で7番の村はありません。7番、1番、ローロー、3番、強人でした。7番捨て終わりましょう。以上です。全部え、私が悪人ですって、もう怒りますよ。やられた、やられたで、やられた、追放される、やられたよ、やられたよ。チクショー。やられたぜ。やられたぜ。え？やるの？何があったら終わります。ホワイトリストを作ればいいだけだから、ホワイトリストを作ろうかなと思ってるんで。ちょっとでも、名前だけでも打ち込ませてほしいな。はい。競技村、行きましょうかね、競技村ね。はい。あ、自由にやってください、自由に。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、3番のプレイヤーが発言します。あ、はい、よろしくね。まあね、西の場面に良くなると思うから、まああとは発言精査かなって思う。で、まあね、ドン進行の方が強いってよく話的にはあるんだけど、3番の位置でドンされたとして、3番がじゃあこの辺がっていうフィーリングで話をするだけになってしまうので、まあ1周目にね、まあ、出てきてもらう方が正直な話、3番は楽。政府の時に、この人とこの人がおらないで、ここに白で、こことのつながりは、まあ、発言の関係は、まあ、つながりにくいかな、とかっていうのを精査しやすいから。だから、まあ、一緒に出てきてほしいっていうのためにね、もう一回言うね。
で、まあ、前の人にね、やっぱり村はね、触れてくべき。まあ、私結構でもね、この人のこういうところは村っぽいんだけど、でもこの発言ってどうなんだろうな、みたいなところとかね、うまく言えないこともあるんだけど、まあね、頑張って言ってくわ。それぐらい。まあ、頑張ろうね。おはようございます。村人陣営です。7人蘇生盤面なんですけど、蘇生値に関してはほぼ白く見たいと思ってます。地神は追いませんけど、2日目以降発言はしっかり聞きたいと思ってます。直近の3番さんに関しては、自分のとこの位置で、なんかわちゃわちゃ言われても、うたらかあたらって言われてましたけども、まあ、遠方次回金なんで、2番さんの位置で、どんどんって占い師が出て、パッと出たら、魔女さんがそのうちの蘇生値って言ったら、何の、なんやろ、そこはもうマイナスにならないんじゃないかなって思ったんで、はい、どんどんパシンクを推進します。でもまあ、1週目から占い師出てきてもね、シンキルとかないんで、そこはあとは占い師のせい、なんかな、次第かなって。まあ、それで言って私が占い師かもしれませんけどね、白黒見つけてるかもしれません。ってまで言っておきましょう。はい。5番です。占い師使用します。4番さん占って白でした。4番さん占った理由なんですけど、ただ単に女の子だからっていうのとフレンドだからです。フレンドだからっていうのがでかいかな。あんまりゲームしたことないし、っていうのでどんな感じなんかなと思って占いました。よし、まあもし3番さんとかが、順番であれやったけど、出たって白服も作れるしっていうので、うん、右占いで4番占って白でした。そうね、まあ、3番さんに関しては別にまあ印象はいいけど白黒はつけられんって感じかな、まあ、2週目でしっかりその誰がこの人人狼っぽいかなとか言っていこうと思ってます。印象はいいで、そうね、まあ、対抗の占い師でできたらその人人狼なんでその人の黒目とかも上げて、本当に芯取って迷惑かけないようにしたいと思ってます。そのぐらいかな。右占いだから黒く見るとか言ったやつ絶対人狼。はい、エムラビタ人占い師一白ね。結構5番さんあざといね。占い能力持ってないのにフレンド占ったとか、結構あざとい発言するなと思って聞いてたけど、はい、僕真の占い師なんで一白ですね。4番囲ったかどうか正直わかんない。4番さん進行論だけだったんで。で、5番さんが言う3番さんが白く見えたっすだっけ？そう？なんかすげえすり寄ってんなと思ったから、このラインは結構薄いかなと思ってるんで、4番囲ったかどうかは知らない。前の人の発言にわざわざ相方囲うかどうかは知らないけど、うん、3番は違うんじゃないかなと思ってるけど。はい。5番さんの人狼はわかってますんで、あと7、2の発言ちゃんと聞いておきますね。はい、まあそうですね、まあ、5番さんと6番さんが占い師が出てる現状ね、まあ、6番さんはね、5番さんはまあ偽だと言ってね、どうなんだね、5番さんがね普通に、まあ、友達のね、まあ、4番さんを占うのはね、まあ、普通じゃないかなって思ったかな。まあ、普通ね、友達占うよね、普通。こいつ何色なんだっていう感じで。だからね、別に左占いがね、セオリーだと思ってないしね、俺は別に。友達は占うでしょ、普通。はい。だから6がね、変かなと思ってますよ、俺は。はい。友達占いした5番さんはね、まあ、占い値、ああ、なるほどねって俺思ったかな。はい。やっぱね、友達の色はね、気になるよね。はい。だから現状俺は5を真に見てます。はい、1番です。5番さんが真だったら、2番さんのところで出た方がお得だと思うんですよ。もし自分に白とか狼占いが言ったら、のラッキーチャンスじゃないですか。だから5番さんが偽で1周目から出てなんか芯を無理くり取ろうと思った狼だと思うんですよね。で白打つ時に4番さんがちょっと占いじゃないの透けちゃったじゃないですか。だから4に白を出したと思ってて、であともう一つは5番さんが最後に右占いで黒っていうのやめてくださいねって回すとき言ったんですよ。
だから自分が黒出てたら困るって思ったのかなと思って、そうじゃなければ後から出てきて黒出されたらちょっと偽っぽく見えるからお得だと思うんですよね、逆に。だから今のところ7番さんと逆で5番さんが偽で6が真に見えてます。こっちの方いじるしかねえな。でもこっちの方いじってもダメか。はい、そうですね。うん、難しいですね。6番が1、5番が4、まあ、囲いがあるのかなければ7番か3番にいますっていう。3番は占い師出る前だからまだわからないんですけど、7番は明確に5番。うん。友達を占ってるのはなんちゃらとか言ってるから、てっきり5番のシーンを切るのかなと思って。友達を占うなんておかしいんだろうと思ってたら、最後の結論は友達を占ってるから5番が死んだと。まあなんかわかるようなわからないような、謎の理論ですけど、まあいいんじゃないですか。まあ5番が死んだったら占いたいところはないわいいし。6番が死んでも占いたいところはないばいいし、まあ自由に占えるんで、まあ5も6もまあどちらも一理あるような気がしますね。うん、友達を占いたい。6番は分かりませんけど、まあ素敵な女性を占いたい。まあ私だったら6番7番以外の1、3、4、5の4人の女性の色が知りたいですね。分からないからね。はい。っていうかこれ。どうしよう、結構7、1、2みんな黒いなと思いながら話聞いてるけど。みんな黒いのかよ。まあ、俺を超えてんのかよ。言ってる内容でちょっと突っ込みたいのは、まあ、5番さんって、要は、あれ、なんでこれ、するやつは、偽って言ってきたやつが人狼だって言ってるから、7番さんが言ってる内容ってちょっと違うから、多分発言、普通に把握ミスってるよって思ったし、で、まあ、1番さんは、6番が真実。方法は1個ある。こっちの方もう結構16ってゴリゴリにライン繋いでんなっていうところとかも見えちゃうしって感じ。猫は確か正常に2番も色が見えないなっていう感じだから、まあ色落ちしにくいのは2番かなと思いながら話聞いてる感じかな。おい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 、キャーピンチだね。補正盤面じゃん。ちょっと2番落として、6は7で5は1ってやったらさ、黒黒結構出そうで怖くない？ちょっとね、嫌だな。ちょっともう一回発言聞くけど、まあ、今日グレー1、まあ、7人をちょっとどっちか詰めるか。で、5番は1番占いにしようか。いや、でもなんか私申し訳ないけど、1黒って言われてたら落としそうだから。え、何の1、2の？ランにしよう、やっぱり。ランじゃダメだ。俺ね、あれが聞こえるのなんで？ワンチャン1黒って言われたら6死んだとなんか負けそう。聞こえないんだけど、ほど出してるはずなんだけど、ちょっと発言は聞くけど、7、1、2のランね、今日ね。いつものあれ聞こえないですよ、こいつは。もう一回安全の方から聞こえるようにしてるけど。安全の方から聞こえるようにしてる。7、1、2のランでいいと思いますけども、3番さんの地紙はまず追いません。私魔女って3層生の3番さんの地紙は追わない。で、そうだな、私自分が占い師かもしれないっていう発言が占い師じゃないことが透けてたの。おもてなししなきゃね。透けてたから1番さんが言ってたけどさ、逆に私が占い師かもしれないよ、白黒見つけてるかもしれないよって言ったから、左占いの5番さんが黒って打たれてんかなっていう気もするんだけどな。でもその占いの理由としてはすごくしっくりきて、あ、5真やないかと思ったけど、その後の6番さん、あ、しずくさんありがとう、私も、魔女だからそんなやめてで6番さんの、なんかあざといなとか言うのはさ、自分が狼で、新占い師にはそんなこと言わないだろうなって思ったら、6番さんが新にも見えるかな。5、6の星様。まあ、今日は一応、7、1に、がっつりさ、競技村何試合がやりたかったから、ちょっと魔女で手軽にやりましたね。見えるってで、2番さんは、まあ、素敵な女性陣に止められちゃったんでね。って感じやったから、ね、まあ、一番ふわふわしてるかなと思うのは2番さんやなと思ったんだけど。この時点でガッツリ進んでくるかなって、でも普通に試合ができてよかった。5番さん次どこ占うかっていうのはちょっと提示してほしいな。久しぶりに普通の人狼さっきやったんで、1番さんが白が出れば白になるし、1番さん黒が出てた時、まあちょっと負けだけど最後。ないんですけども、ね、しっかりまた残った村の皆さんで、精査してもらいたいなと思ってます。今回は7、1に精査。はい。5番のプレイヤーが発言します。占いって言ってユイが決めていいんかな。いいんやったらユイは2番を占いたいかな。
ていうの、2番はなんかもうどっちつかずな発言しとったし、なんかその1番がめっちゃもうごずりみたいな感じで言ってきて、6が1にしろって言っとるわけやん。で、ここでなんかわざわざこんな LINE を見せるかなって思って。で、7番は、ゆいのこと死んでみるって言ったやん。で、もし6と7がその LINE やったとしたら、別に7番っていうのはゆいってさ、別に発言、そのいい発言してないし、いい理由で占ったわけでもないしさ、なんか叩こうと思えば叩ける部分ってたくさんあったと思うよね、ゆい沼やし。っていうので、まあ、6、7って続いとるしさ、言っていけばよくないって思って、わざわざその合心で見るみたいなこと言わんでよくないって思ったんよね。やけゆいは2を占いたいかな。3蘇生って言ったし、3番はほぼほぼ村人陣営なんじゃないかなと思って。で、2占いしろやったらもう6、1のラインじゃないんかなって思うけどね。ゆいが1番の位置におったら、そんななんか最初の、なん一週目の発言でそんななんか言わんけどな、うん、あれですね、西洋は言わんけど、人狼としてはまあ嵐がないっていう点では平和ですけど、自分に占い結果出されてる状態でラインが見られやすいし、ここなら唯一やりますねって思ったけどね、誰か抜けたら競技村行きますね、あの6、1か6、2で2の方がどっちつかずやったし、2占い、おっさんからついに猫に変えたくてね。のプレイヤーが発言します。あ、ありがとうございます。ちょっとずつですけど、夏に比べればうまくはなっている。本当にビビたるもんですけど、取ろうとしてるのかな、知らんけど、そんなに激しくはうまくはなってないですけど、俺も2番でもいいんだけど、別に2番さんって初心者がちょっとうまくなってる感じですね。ただやっぱ強いキラー無理ですね。でも俺目線で7番さんってすごく村を出として向かいなんだよね、この頃は。5番さんの占いがしっくりくるから、5番さん新占いっていうけど、YouTube の方の1試合目はなんとか勝ったんですけど、あのフレンド、占い力ないかな、5番さん。2日3日間はもうほとんど負けばっかっすね。負け、ま、何が勝ちで何が負けか分かんないけど。発言しただけで。それでいて、あの発言だけで5番さん死んでみちゃう7番さん、ちょっと危険だなと思ってんのね。ワンチャン狼も全然あると思ってんの。5番さんの今の発言で、あの7番さんの疑わなさ、逆なんじゃないの。1番さん疑わないんであれば、7番さんって絶対疑うべき人物なんじゃないの、5番さん。1番さんが俺の相方としたらあんな叩かないっていう理由で1番さん弾くんであれば、7番さんの5番さんがあんまいい発言してないので、5番さん死んでみるって言ってる7番さんの方が圧倒的に危険だと思うんだけど、それに対して7番さん俺の相方ないって言ってるんでしょ。で、ニーズリって言ってるんでしょ。ほぼ57かなと思ってるんだけど、バリ、あの、ゴリゴリのラインで。こんなライン結ばないだろって言うかもしれないけど、全然俺こうなのだと思ってるよ、普通に。あって2番なんだけど、どっちにしたって7番さんが村でもそのスコアしたら負けちゃうんで、あ、俺2番さん裏なんで今日7番さん行きますね。7番のプレイヤーが発言します。まあ、6のね、2周目はね、あの、本音を言ってると思ったよ。はい。2周目は本音を言ってると思った。まあ7番がね、危険だと。まあ1周目でね、あの新占い師をね、5番さんの占い先、友達を占った、この発言一言で5番シーンをね、決めてる7番はね、鋭いぞと。危険だなと。だから6番さん視点ね、この危険な7番はね、もう黒塗りするしかないんですよ、これ。そうなんです。まあ、6番さんはね、だからもう俺をね、釣り殺したい。一刻も早くね。はい。もう俺はそうだよ。思考ブロックしてるからね。はい。絶対これ、ごましんだよ。まずね、あの、6番さんはね、1番さんこれ、占った理由って言いましたか？もう後から出てきて、まあ、足をね、打ち放題だから、まあ、そんな理由ね、言ってないでしょう。はい。このね、占った理由付けっていうのはね、これ、大事なんですよ。7人村ってのは、まあ、好きなところ占いですね。5番さんは友達の色が気になってね、4番さんを占ったんですよ。わかります？はい。友達の色が知りたい。はい。皆さんはどうですか？友達がいたらその人の色知りたくありませんか？だからそれ聞いた時にね、俺ビクーンってきたんでね、これ、あ、5番死んだと。わかります？だから6番さんは、その占い理由言ってないでしょ、一言も。1番のプレイヤーが発言します。
はい、1番です。まあ、2番さんは皆さん言う通り、ちょっと考察的な発言があんまりなかったんで、ちょっと省いて、3番さんが4を弾いてたんですよね。7、1にみんな黒いなって言ってるから、なんで4を弾くんかなって思ってたんですけど、じゃあ5が真っていう考察なのかなって思ってたけども、なんかその後4番さんが魔女で出てきて3組成ってことになると、やっぱりなんていうの、3番さんってさ、1に黒出たら1つっちゃうって言ったじゃん。私5が偽だって言ってるんだよね。で、私村だから5が真だったら白しか出ないんだよ。で、1をさ入れたり1を釣ろうとするのってすごく無駄で、隠しろを作った方が得なんだよね。だから狼占いが村に白出してたら隠しろができるわけ。だからそこをさ釣りたがるっていうのはやっぱり5が偽で、もう3号なんじゃないかなと思ってんの。なんでかっていうと、5番さんって2占いたいって言ったらさ、7落とししかないんだよ。で、3はほぼほぼ村でしょって言ったんだよね。でもさ、3の蘇生位置ってさ、村置きしちゃってもいいぐらいなんだけど、3も5もおかしかったから、もうさ、わざわざ5が3はほぼほぼ村でしょって言ったんだよね。なんか3相方なんじゃないかなって私思っちゃってて、で、5はさ、1と2が1を弾くような考察をしてたんだけど、2占いたい、でも6、1か6、2だよねって言ったの。そしたら7落としじゃん。だけど7って言わなかったんだよ、5って。だから1を落としたいんだよ、5って。隠しろ作りたくないんだよ、きっと。だから7落とします。2番のプレイヤーが発言します。はい、はい、そうじゃない、そうじゃない。今日はまあ、7番を、で、まあ、要は、3番の、狼とかあまり追わないのであれば、7か1にいるってことだから、7番、自分視点は7か1にいるんだから、7つって、5番、6番が私占いたいってのが占わせればいいだけなんで。隠しろができたら本当に強いんで。あとは、例えば、ね、1番と3番の精査するってことになったりするってことなんで。7番、まずつって、自分を占ってもらう。5番、6番ともに、まあ、色が見えにくいと思うんで。まあ、それが占い師なんじゃないですか。まあ、どっちかが真の占い師。私も女性を占う理由は、色が見えにくいからですね。自分が男性で色が見えにくい。うん。素敵な女性になればなるほどね、騙されてしまう。私も性格のこともありますからね。うん。だから、色が見えにくい人、私だったらそんな感じですね。まあ、5番だったら友達を占いたい。だから、まあ、いいんじゃないですか。占いたいところを占って、色が見えにくいところを占って、隠しろ作ってもらったら、村視点でかいと思うんで。まず7番つって、その後に5、6精査しながら、まあ、私の隠し色ができたら本当に強いなと思ってるんで、はい、しっかり見てもらいたいなと思ってますね。7番いきます。以上です。俺を悪者扱いすんな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。はい、釣られてしまいましたね。まあ占いをね、当てた結果がこれなんですよ。まあそうでね、まあ、一発で占い当てちゃうね。まあ人狼はね、俺を次殺すしかないからね。まあ2番さんはね、石目良かったんだよね。まあ、女性を占いたいってとこだね。まあ、俺も共感できたから。だから、ね、2周目になってね、俺を釣るっていうのはね、やっぱ人狼だったのかな。で、6はね、やっぱ2番占いたい。まあ、釣り下ろすのが2番ではなく7番。っていうことはね、まあ、6番人狼で、まあ、2番さん相方なんでしょ。で、西郎結構打つつもりでしょ、これ。って思ったかな。はい。2釣って7占えばよかったんじゃないの。はい。まあ、そういうことです。はい、じゃあ5番さん死んだからね、頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。人狼のか、あ、任せます、自由に。ご覧ください。はい、どうします。あ、豪華に4紙でもいいですよ、普通に。はい、4紙で勝てる、いける。ああ、任せますよ、もう6番さんに。プランはどこか噛んでください。はい、噛んで触って。いや、5紙が、いやー、俺がもう4タップしたわ。
だから多分もうこれ紙がないと思う。と思ったら5番噛まれてんだけど。うん。勝てねえじゃん。あのさ、魔女の毒があるから無理だと思うで、これ。今5番にギリタップされて、俺4番押しちゃった。4番でいいっていう、普通にゲームすればいいじゃん。昨夜は1名の方が退治したら毒盛られで終わるわ。5番、6番のプレイヤー人狼が身分の開示を選択。人狼の方、2分1毒盛られで終わるわ。待ってください。2分1毒盛られで終わるわ。私はただの石、私はただの石、私はただの石。2分1毒盛られで終わるわ。俺のラストウルフ弱いからね、さっき。一応ゲームとしてやったけど、基本やってないから弱いんだよね。やってないから弱いね、俺のラストウルフ。うん。狼を見つけるのが上手い人だからね、俺。狼やるのはね、頭の中にはいるんだけどね、練習してないから実践ができないんだよ。その強い狼を。まあ、このメンバーだったら続行。一人でも抜けたら巨人行って猫のために頑張りますわ。ちょっとの時間しかないけど。そこできれば一番いいんだけどね。だから猫を取る時間を作ればいいんだよね。一名の方が亡くなりました。やばいじゃん。また2連敗すんじゃん、もう。はい、一番です。なんかがっつり間違えてて恥ずかしいですけど、間違えてたんで、2だろうな。なんか3号に見えちゃってたから。7も村だよね。7村号し、全部間違えてじゃあ私。全部間違えてるから、さすがにこれは2でいいですね。3番さんの地紙とか言わなくていいよね。3、6で、5が死んだ。どっちだっけ ?3 番さん。3番さんは1が黒い。あ、マジョメは面白いですよ。スピード感はあるんで。6人だとちょっと、9人だと時間がないっていう時には。6人だとなーっていうのと。2番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。16か63なんですが、あまり地紙っていうのを追わなければ、16で普通に囲って私の隠し城ができたら辛いっていう感じなんじゃないですか。ああ、私が占われて隠し城できたらもう一番視点は、こういう場面だったら3番と戦わなきゃいけないから5番を噛んだと。私は何も怖くはありませんのでね。はい。そう考えるのが普通なのかな。もう3番だったらしょうがないかな、とは思っています。まあ、地紙を使って勝ってきたら36の戦略がうまかったっていう。7番を釣ってしまったな。1番釣ってればよかったな、と。ただまあ一つの隠し方城だったんでね。何も城がついてない人を釣るのが自分視点正しい進行方法なので。5、6の精査はつかなかったですね、僕全然。どっちなんだろうなと思ってました。でも5番が C になったんで。いや、4番城のからの魔女が痛かったですね。別なところに城だったらね、結構有利な場面だったんですけど。まあ3番、6番。まあなんか投票はなんか僕には来てるけど、まあ、基本的には一番に、いや待てよ、投票来てるかな。3番もあるかもな、これ。普通に魔女の言った通りの進行でよかったのに、7釣るべきだったのに、5、6を占わせればいいのに。これ、3番なんじゃないこれ。これ3番いきますよ。以上です。3番のプレイヤーが発言します。ね、1番と2番はどっちにも気になる点があんねんな。1番さん目線ってさ、だって5番と6番に差をつけた時に6番が死んだっていう話してたけど、そんなに5番と6番に差ってなかったので、まあ、7番さんは5番が死んだっていう話をずっとコンコンとしてたわけじゃんか。ってなった時って、7番さんってどこで5、6の差をつけたのかっていうのが気になった。で、1番は6番が死んだっていう話をしてるから、どこに差があったのっていうのが、やっぱり7番、1番って途方におかしかったな。で、2番に関しては色がわからんから、いう話をして、1番目線って3番が、なんで4番を弾けたのって言うけど、1周目の発言の中で一番まともだったのは4番ですよ。5番と6番が占いでできて、7、1、2で比べた際に、4番は弾けるレベルだったよ。1周目の発言の内容的にはね。まあ、占いの精査が出てなかったからだろうけど、まあ、正直な話ね、
まあ、結構57とか16とかってゴリゴリ見えてたんよ。だけど、ってなった時って、一番色が見えない2番が、なんていうかね、黒いんだよね、そうなった時って。そんなにじゃあライン来る、つなぐってなるやん、5716がってなった時って、じゃあ2番の方が、って思ったし、っていうとこで。で、まあ結局1番に黒って、もし5番がね、狼だったとして、6番がシーンだった場合ね、ってなった時って、じゃあもう私って結構1番の言ってること意味わかんねえなと思ってんだから、じゃあ1番黒って言われたら、じゃあ6番がシーンだった場合って負け格だからこそ、3番は1番を落としたいっていう話もしてんの。ちょっと、1に考えるわ。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。あ、もう3番行くわ。どうせもういいわ。無理だわ。勝てたらラッキー方式。に行くのが普通だけど。おお、勝った！奇跡！ありがとう。投票が終了しました。ありがとう。追放されるプレイヤーは。あれだっす。終了。あ、奇跡勝った。人狼陣営の勝利です。